こんにちは、赤尾です。今回は、昼の作業用怖い話20、お送りいたします。では早速、どっぞ。今からお話しするのは、おそらく毎日、私の身の回りに起こっていた出来事です。それが日常だったから、気にも留めていなかったのに、ふと疑問を感じて確かめたために見てしまった。という私の体験話です。うちの両親は、子供の夜更かしには厳しく、私たち姉妹が子供だった頃は、夜8時以降のテレビを許してもらえず、9時には就寝させられていました。さすがに中学生になると、部活で帰宅も遅くなり、宿題もたくさん課されましたので、就寝時間はだんだん遅くなっていきましたが、その存在に気がついたのは、そんな頃、夜11時頃になると必ず、犬の散歩をするおじさんが、家の前を通りかかるのです。見たことはありません。鎖を引っ張るような。という音とともに、鼻歌のような、一人芝居をしているような、低い声が聞こえてくるので、家の中にいる私たちは単純に、犬の散歩をしているおじさん、と認識していたのです。それは雨の日も風の日も欠かすことのない、おじさんの日課のようでした。高校2年の夏だったと思います。その日の夜は、台風の影響で、外は激しい雨と風でした。私は窓に打ちつける雨音を聞きながら、妹と漫画を読んでいました。ふと、耳を澄ますと、雨音に混じって、という、鎖を引っ張る音がしていました。私は漫画から顔を上げて、妹に話しかけました。ねえ、マリコー。あのおじさん、こんな台風の日にも散歩してるよ。え？ほんとだー。こんな日に散歩なんて、犬も迷惑だよねー。どこのおじさんだろ？あんた見たことある？妹も見たことがないというので、どこの変人か確かめたくなり、ベランダの窓に顔をくっつけて、外を見ようとしました。しかし、激しい雨に窓が滲んで、おじさんの姿は見えませんでした。今までも何度となく台風は来てるけど、そん時も散歩してたのかな？そんなことを考えながらカーテンを閉めると、私も妹も、もうおじさんに対する関心はすっかりなくなり、元の位置に寝転び直して、漫画の続きを読み出しました。日常の物音を、ほんのちょっとでも気に留めると、その音に対して妙に敏感になることがあります。次の日の夜、私は鎖を引っ張る音とおじさんの鼻歌が、遠くにある時から気がついていました。おじさんが私の家にかなり近づいてきた様子なので、カーテンをちょっとだけ開け、昨日と同じように窓に顔をくっつけました。家の前の道は、街灯がポツポツあるので、そんなに暗い道ではありません。だから、姿が見えないわけはないのです。でも、例の鎖のような音と、男の鼻歌みたいな声は聞こえるのに、どう目を凝らしても姿が見えないのです。そんなはず。私は思わず窓を開けて、身を乗り出しました。一刻も早く人間であることを確認して、安心したかった。そんな動転している私のすぐ下を、姿の見えない何かが、と、ゆっくり通過していく。うなるような声を出しながら。このことは、怖がりの妹には内緒にしておこうと思いました。でも、黙っているのは落ち着かない。それで翌日、学校に行くとすぐ友達に話をしました。女友達は、私が満足する以上の反応で怖がってくれたのですが、男友達がどうしても信じてくれません。嘘だと思うなら、うちに来てみれば？勇気があるならね。私のこの言葉に反応した3人の男子が、私の家に来ることになりました。とはいえ、そんな夜に男子を家に入れるのを、母が許すはずがありません。うちの庭には、プレハブの物置小屋がありました。ちょっと狭いけど、そこにこっそりと招き入れることにしました。懐中電灯と、声を録音するためのラジカセを持って、夜10時半に集合ということで、集まった男子たちは緊張のためか、いつもより喋りまくっていました。いくら私が、しー、と睨みつけても、ああ、ごめんごめん。それでさあ、と、
とどまるところ知らず。私はこれから起こることより、母に見つかって怒られることの方を恐怖していました。この三人を招き入れたことを後悔し始めた、その時です。男子の笑う声の合間合間に、かすかに。来た、という私の言葉で、その場の空気が一変に固まり、みんな一斉に耳を澄ましました。最初のうちは、聞こえないぞ。え?と、言い交わしていたのもつかの間、それが誰の耳にも聞こえる距離までやってくると、まるでいきなりビデオの静止ボタンを押したように、三人の動きが止まりました。それがやってきたら懐中電灯を消すということも、ラジカセの録音ボタンを押すということも、というより、思考自体を喪失しているようでした。私はそっと、録音ボタンを押しました。唾を飲み込む音すら聞こえてきそうな静寂の中、ゆっくりと、それは近づいてくる。やがて鎖の音とともに、低い、底響きのするような声が聞こえてきました。歌っているのです。時代劇の結婚式のシーンで見たことのある。みたいな感じのものを歌っているのです。身動きを少しでもしたら、息を少しでも吸ったら、正気を失ってしまいそうな恐怖でした。ガタッと、私たちの後ろで、何かが床に落ちる音がしました。その瞬間、うわぁ。三人のうち、Y と M の二人が、絶叫を上げながら物置のドアを蹴破り、信じられないスピードで逃げていきました。その時、私の精神も危なかったのかもしれません。腰が抜けている私は、残った A 君の手を必死に掴み、噛みついていたのですから、A 君は失神していました。開けっぱなしのドアから、なんとなく生臭い空気が流れてきます。ドアがあろうがなかろうが、それの通行には全く支障がないだろうことは想像がつきます。もう、すぐそばまでやってきているのです。見たくない。動くことのできない私は、ほんの少しでも抵抗をしようとドアから顔をそらし、A 君の手に噛みつきながら、放り出された懐中電灯の明かりの輪を見つめて、必死に耐えていました。それは、私がへたり込んでいる目の前を通過していきました。懐中電灯の明かりの輪の中、床から1メートルほど上空を、素足で歩いている足がありました。空気に色をつけるとこんな感じ?と思えるほどその素足は、あやふやな半透明の色をしていました。そしてその両足には、足かせがはめられていました。どのくらいそこにへたり込んでいたのか、記憶がありません。気がつくと、両親が私の顔を覗き込んで、名前を呼びながら肩を揺すっていました。Y と M の叫び声を聞いて、飛んできたのだそうです。母は私の肩を抱き、居間に座らせ、コーヒーを入れてくれました。父は A 君を抱きかかえ、お風呂場に連れて行きました。失禁してたらしい。A 君を家に送り届けてから、少し落ち着きを取り戻した私に、両親が打ち明け話をしてくれました。あれを見ないようにと思って、あんたたちを早く寝かせてたんだよ。と。犬の散歩のおじさんと、勝手に思い込んでいたのも、どうやら両親の、すり込みのなせる技だったらしい。なぜ、足かせをかけられたまま、毎日欠かさず歩き回っているのかは知る由もありません。何にしても、私たち家族が引っ越すまで続いていた現象なので、もしかしたら今でも、あそこでは鎖の音が聞こえているのかもしれません。ところで、あの声を録音したテープ、高校の古文の先生に聞いてもらったのです。みたいなやつに詳しいと、人捨てに聞いたので。先生によると、これは、歌い、というもので、脳を舞うときに、または舞いながら、歌うものなんだそうです。そして、この声の主はおじさんではなく、女なんだそうです。歌っていたものは現在も伝わっているそうで、先生は題名まで教えてくれました。忘れちゃったけど。平家のことを題材にしたものだ。と言っていました。テープに最初ははっきりと録音されていたのに、数日で音が不鮮明になり、やがて消えてしまいました。その後、引っ越し、進学し就職し、目まぐるしい身の回りの雑事の中、テープのことはすっかり忘れてしまい、どこへ紛れてしまったか。高校の先生に預けっぱなしのような気もするし、捨てたような気もする。なぜだか記憶にないんです。
おしまい。最高でした。ありがとう。オツでした。足かせして歩いてる人の正体は何だったんでしょうな。恐怖のあまり、友人の手に噛みつく、手の外見不明でリアルだな。友人たちの後日談も聞きたい。何にせよ、オツでした。もしも、そういうもののけのついた家を買っちゃったら、耐えて済まなきゃならないんですかね。大人って強い。このスレで、久しぶりに霊関係の怖い話でした。オツ、久々にいい話が聞けたわ。いいパパとママんだね。ちゃんとわかっていたんだな。有意義なひとときをありがとう。モコは朝から散歩だよ。散歩の最中でも、戸締まりに用心しながら歩いているよ。モコの用心深い足取りは、いつもおまわりさんの注目の的だよ。でも一緒に歩く猫さんは、気ままにとことこ歩くの。え？不思議な村に行ったという一致。画像、Google Earth 付きで話してくれるそうです。入り口から中までアスファルトで舗装されてるんだけど、なんで舗装されてるのかなぞ。登山目的ってわけでもないし、伐採をやるわけでもない。20年以上前からそんな感じだから、近所のばあちゃんに聞いてみたら。あそこは昔、いろいろあってな。そのいろいろを聞いても教えてくれないババア。小学生の頃の俺はそれで納得してた。ちなみにこれが入り口の写真な。この葉が散っててアスファルトが見えないのは勘弁な。ほほう、期待。まさか北陸じゃないよな。何を語ってくれるのか楽しみですな。大いに期待。それから高校生になって、その山について自分でも調べたんだよ。見た目にはそんなに高くない山なんだけど、案外広い。それで15年ぐらい前に人がやってきて家を建てたんだわ。これなんだけど、家っていうよりは小屋って感じだろ。家と言われたら家だな。まあ、家だな。ちなみにその家には1年も人が住んでなかったと思う。こんな感じで雨戸があって中は見れんのだが。それでなぜか家の周りには、ブルと簡易トイレが放置されっぱなしになってる。気づいたら立ってて、人が住んでたのかどうかも謎。別荘にしては小さいし、人が住むにも小さい。交通の便も不便だしな。廃墟というほどではないが、ワクテカが止まらない。パンツは履いてて大丈夫そうだな。山登っていくとこんな看板があったりな。昔はなんか書いてあった気がするが今はわからん。それでここが、2年ぐらい前まで工事やってた場所。この工事も謎で、伐採をやっていたと言われればそうかもしれないんだが。俺が前見た時はでかい缶みたいなのを放置してた。工事車両もたくさん登ってたが今は放置やな。やべえよ。この時間はやべえよ、怖い話は。で、本題に入るんだが、高校生の夏休み、暇だった俺はこの山を探検してみたいって思ってな。ポテチとジャージ装備して山を登ったんだ。今思えばもう少し装備してけばよかったなと。こんな感じの道を進んでいったんだが、実際に今日撮ってきた画像な。1時間ぐらい登って、自分が今どこにおるかわからんくなったんやな。どう考えても自分が悪いんだが。その時は怖くても先に進めばなんとかなると思って前に進んだ。吸い込まれそうになる。1枚目の画像すごい。吸い込まれる。いよいよ探検か。何年くらい前の話？10年は経ってないと思う。うんでどれぐらい登ったかわからんけど、喉が渇いたしポテチ食ってると水分なくなるしで。そんな時に開けた場所で、村みたいなものを発見したんだよ。木造の家が5つぐらい並んでて、その家も時代劇に出てくるような木造の古臭い家。それで畑作業をしている人が数人ちらほら見えた。ここですでに怪しいんだが、喉が渇いてた俺は、すいませんと大きな声で畑仕事してたおっさんに話しかけた。お前、外から来たんか？外？多分そうです。それと水を。ちょっと待っとり。なんか竹筒みたいなやつから、水くれたおっさんマジいい人だった。やだ、山の中に村とかワクワさんしちゃう。そんじゃ、村長のところ行くか。この時は、もう何をされてもいいなって思えるぐらい、おっさんが神に見えた。村長の家なんだが、
別に他の家と特に何が違うってわけじゃなかったんだよな。家の中にいた村長は、白髪だらけの普通のじっちゃんだった。お主、村の外から来たのか？はい、そうですけど。そうか。そっから何も話が進まない。そんで俺から話を切り出してみることにした。あの、皆さんは外の町に出たりしないんですか？犬神様がおるでの。外に出たらあかんのじゃ。普段の俺なら宗教臭いって一周してたけど、村長の目がマジだったので黙っておくことにした。怖くなる前におしっこ行ってくる。俺も行きたくなった。面白くなってきた。そんでしばらくして、さっきのおっちゃんが戻ってきて、握り飯をくれた。塩しかついてないけど空腹なら美味しいんだな。今日はうちにおいで。お世話になります。おいでっていうのは、遊びにおいでって意味だと思ってた高校生の俺。おっさんの家に行ったら、幸薄そうな嫁さんと、芋っぽい顔した女の子がいた。おい芋、この人と遊んであげー。わかった。それから一緒に遊んだんだが、この村には他に子供が二人しかおらんから、四人で鬼ごっことかかくれんぼなんかをして遊んだ。で、遊んでいるうちに日が暮れて、これはそろそろ帰らなくちゃつたないんじゃないかと、今更になって不安になってきた。芋の芋を芋するんですね。さあどうなる？おっちゃん、今日はもう帰りたいんだけど。もう遅いけい、この暗さで帰るよりも明日の朝帰り。全くもって正論なので、少し不安だったけど世話になることにしたんだ。夕飯は汁物と飯と漬物な。そこでの夕食も美味しかった気がする。それで夜になっておっちゃんたちにいろいろ外のことを話した。まあ何話しても嬉しそうに聞いてくれるので、ベラベラ俺が喋ってただけなんだが。それで夜も深くなった頃、寝てたら誰かにゆるられて起きたんだけど、芋がトイレに行きたいと言ってきた。腹減ってきた。俺も芋と漬物食いたい。トイレは外にあるけ、お父ちゃんたち起こさんようにな。俺も半分寝ながら、音を出さないように外に出たんだ。そしたらいきなり芋が真顔になった。兄ちゃん、早く外に逃げり。え？何いきなり。ここにおったら生贄にされてまうで。何を言ってるのかわからなかった。が、何やらやばい感じはした。でも帰り道がわからない。兄ちゃん、あっちから出てきたんやから、あっちまっすぐ行けばいいやろ。怒られて怖くなった俺はそっから走った。正直どこ走ったか覚えてないけど。どれぐらい走ったかわからんぐらい走って、ようやく電気がある道に出られた。んで、家に帰って親にどしかられたってだけの話。自分でも何も面白くないし、そもそも昔の話なので記憶が風化してあんまり覚えてない。山にも今日登って以来、一度も登ってなかったしな。ただ、少し前に山に登るのは怖いけど、Google Earth で探すのはいいんじゃね？と思って検索かけてみたんだ。これが山の一部の写真な。よく見なくてもわかるけど白いのが見えるだろ？なんかすげえとこにあるな。これがなかったらこんな話、垂れ流す気がなかったけど。この白いのが何なのかわからないし、確認する気もないから。ただ、世の中には不思議なことが多々あるんだなって話でした。ちなみにこれが拡大画像な。みんなも早く寝ろよ。芋の子は元気にしてるかねえ。誰か言ってくれよ。トリックに出てくるようなカルト的な村は存在するのかな。地図にも出ないようなところ。怖いんですけど。行ってみたい。えなにある明智村もやばいぞ。岐阜の東濃の山奥は、基本的に危ない。どうやばいのか詳しく。村の至るとこに地蔵プラス無縁仏。それらの7割が首から上がない。杉林に過去に処刑場があったらしい。一時期首を切られた猫やカモノハシの死体がたくさん出た。ちょ、それマジでやばいやつじゃん。行ったことある？知り合いが明智に住んでる。そいつの家の蔵の中に、首のない猫のミイラとかあったってよ。こえー、寝れなくなっただろうが。突然だが、僕は電話が苦手だ。それは電話が面倒だとか、メールの方が楽だとかそういうことではない。
電話がかかってくるたびに、ぎゅーっと心臓がつかまれたようになる。とある夏休み、僕、丸井、高島、伊勢、天間の5人。いつものメンバーで、いつもの通り僕たちは暇を持て余していた。夏のコンビニの光には、大量の虫と、大量の暇人高校生が集まる。僕もその中の一匹だ。田舎のコンビニは駐車場だけはご立派だ。あまり人が来ない時などは店員とも話をするくらいには慣れていた。と言っても、そのコンビニの店長は知り合いだったが、田舎特有の気軽さというやつだ。なんか面白いことない？そんなセリフを、一日一回は誰かが言う。ないなぁ。それに対する返答も、同数誰かが言う。しかし、その日は少しいつもと違う日だった。お前らやることないなら、この人から面白い話聞いたから、そこ行けば？コンビニの店長が僕たちにそう言い、タクシーの運転手を紹介した。幽霊が出るとか出ないとか、そういう公衆電話があるんだ。そう言って、そのタクシーの運転手が話し始めた。俺たちの中では有名なんだけど、あの〇〇霊園。あそこの裏手に山道あるよね。そこの公衆電話出るんだって。高速に出るにはあっち通る方が近いから、遠距離に行く客がいたら大体そこ通るんだけどさ。俺は見たことないけど、結構お盆あたりには出る出る言ってるから、今ぐらいの時期なんかちょうどいいんじゃないかい？当時、携帯電話普及に反比例するかのように、だんだんその数が減ってきていて、公衆電話は珍しくなっていた。その話を聞いた時のみんなの反応は、しょうがないからそこに行って暇つぶしをするか、というものだった。何も選択肢がない状態で、行くか行かないかどちらかを選べ、と言われたら、誰でも消極的にだが行く方を選ぶだろう。僕たちもそんな心理状態だった。自転車で1時間、途中にある長いトンネルを抜け、目的地に着いた。真っ暗な中に白い明かりが一つ。周りには街灯すらなく、やたらと公衆電話ボックスの存在感があった。これかー、などと、ワイワイと群がり、あーでもないこうでもないと感想を言い合う。ひとしきり騒いで満足したのか、はたまた飽きたのか。誰かが、帰るか、と言ったのを合図に、帰ろうと自転車にまたがった。その時、と、公衆電話が鳴った。僕たちは、そのあまりに響いた音に固まった。今更だが、その霊園の近くの道は、恐ろしく車や人の気配がなく、静まり返っていることに気づく。時間は夜中、田舎の山道。山の中というのは想像する以上に暗い。公衆電話の蛍光灯だけが周りを照らす唯一の光だ。規則的な音が妙に大きく聞こえる。逆説的だが、公衆電話の大きい音がかえって静寂を気づかせた。急かすように公衆電話は鳴り続け、僕たちも、誰かがこの電話に出なければならないのでは、と思い始めた。今になって考えると、あの時逃げ出せばよかったと思う。しかしその時の僕たちは、肝試し的な感覚で、電話が鳴ったら出なくてはならないという思いにとらわれていた。なあ、お前出ろよ。いや、お前こそ。みんなでビクビクしながらそんなことを繰り返していた。公衆電話の音は鳴り止まない。じゃあ俺、出るよ。僕たちの中でリーダー格だった丸井が言い出した。おっかなびっくり電話に近づき、扉を開けた。知らない人もいるかもしれないが、公衆電話ボックスは大体が一人しか入れない。バリアフリー目的の広々としたものは、あまりこういう場所には設置されていない。ぎゅうぎゅうになりながらも、僕たちは中に入ろうとすし詰めになる。一人になるのが怖かったんだと思う。少なくとも僕はそうだった。扉を開け放し、丸井は僕たちにも聞こえるように受話器を取った。み。何かを喋っているのか、わからないが、聞き取りづらい。しかし、相手がいることはわかる。何かを繰り返して言っているようだ。か、あ、と、み。か、あ、と、み。ずっとこれを繰り返している。そのうちに電話が切れてしまった。最初は怖かったけど、なんか拍子抜けしたなぁ。丸井はそう言って、受話器を置いた。僕も強がりから、面白いネタできたなぁ、とかなんとか言っていた。翌日にはみんなそのことを忘れていた。またいつものようにコンビニに集まり、なんか面白いことない？と言い合っていた。
さらに2日後、丸井が死んだ。僕たちはあまりに突然のことに、訳がわからなくなった。通夜、告別式が終わっても僕たちは一言も喋れなかった。丸井の兄が、君たちのことはよく聞いていたよ。今まで仲良くしてくれてありがとう。と言った時に、初めて涙が出た。僕たちは、コンビニではなくファミレスで話をした。告別式の帰りでも服だったからでもあるが、ちゃんと話をしたかったからだ。あいつがいないなんて、今でも実感が湧かないよ。伊勢は、亡くなったとは言わず、いないと言った。そうだな。あいつと最後に会ったのいつだっけ？コンビニか。いつもコンビニだもんな。ははは。はは。それにつられて、他の三人も力なく笑う。この喪失感をなんとかしよう、そう考えていたんだと思う。確か、あの公衆電話を見に行った後、すぐだったよな。そうそう。カートミとかなんとかずっと言って切れちゃったんだよな、あれ。正直に言うと、あの時俺ちょっと、ビビってた。みんなが笑いながら、実は俺もと言い合った。カートミって何だったんだろうな。わけわかんないよな。とか、幽霊とかそんなのいないし。とか、くだらない方向に話を持っていこうとしているのがわかった。カーコンビニクラブとかの車屋の宣伝じゃねえのかな。いやいや、電話の電波チェックだよ、多分。でも雑音がひどかったぞ、その割には。僕たちはやいのやいの、努めて明るくくだらなくなるように笑いながら話し合った。カートミ、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 か、あと、3日。あと3日。あと3日。なんだよそれ。おい、どういうことだ。3日って、丸井が死んだのは、丸井が死んだのは、公衆電話に行った後の3日後だった。2時間後、僕たちは公衆電話の前にいた。もしもこの公衆電話のせいで丸井が死んだのだったら、僕たちは仇を討たなくてはいけない。みんな、手にバットや金槌を持っていた。喪服姿の高校生が、凶器を持って自転車に乗っているのはさぞ奇妙に見えただろう。僕たちは夜が更けるまで待った。電話が鳴る。誰も声を出さない。伊勢が身を出し、ボックスの中に入った。僕たちも後に続く。ぎゅうぎゅうとすし詰めで、またも扉を開け放している。もしもし。受話器の向こう側からは何も聞こえない。さあ、という機械音が鳴るだけだ。しばらく待ってみたが、プツ、ツー、ツー、という音が聞こえ、切れてしまった。なあ、ただの偶然だったんじゃない？トンネルの向こう側から、車のライトが僕たちを照らし、駆け抜けていく。そのライトのおかげで、今やっていることが妙に恥ずかしくなった。そうかもしれない。なんだろうな、俺たち。バカみたいじゃないか。伊勢が笑い、僕たちも笑った。僕たちは、丸井が死んだことに対して何もできないことに、罪悪感を持っていた。何かの理由をつけたかった。幽霊なんかいないって、そんなもんにあの丸井がやられるわけねえじゃん。ははは。電話が鳴った。僕たちはお互いの顔を見合わせ、黙った。一番最初に動いたのは高島だった。高島が受話器を取り、耳に押し当てる。あ、ふ、か、と、つ、あと、か。聞こえないって、もっと大きい声で言えよ。あ、か、ふ、あと、ふつか。ぷつりと音を立てて電話が切れる。あと、ふつか。電話がそうつぶやいた。ふつかって、バカ、こんなの信じてるの？俺があと2日で死ぬわけねえだろ。なあ？誰に言っているのかはわからないが、高島はそう叫んだ。そうだよな。ごめん。天馬が謝り、僕と伊勢もそれに対して文句を言う。偶然だって。そうだよ、混戦してるんだよきっと。だよなあ。と言って、僕たち4人は笑い合った。2日後、高島は死んだ。高島の疾患の後、その足で溜まり場となっているコンビニに向かう。店長からタクシーの運転手のことを聞き出すためだ。伊勢、天馬、それと僕。少し前までは5人いた仲間が3人。ついこの前まで会ったものがない。寂しいとか違和感とか、
そういったものでなく、当たり前のものがない。片腕と片足がなくなったようなものだ。畜生。コンビニに着く。店長は僕たちを見て、悲しそうな顔をした後、コーラを3つ差し出した。残念だったな。店長、タクシーのおじさんの連絡先知りませんか？ああ、この前の人か？知らないな。なんか用事でもあるのか？公衆電話について聞きたいんです。公衆電話か。あれなぁ。いや、いや。わかった。今度来たらお前たちにメールするよ。今更だったが、店長と僕たちは携帯のアドレスを交換し合った。一週間経っても二週間経っても、連絡は来なかった。僕たちはコンビニに行く習慣もなくなってしまった。携帯が鳴る。今、いるから。伊勢だ。そう言って、返事も聞かず電話を切った。一人、自転車を走らせる。もう何度この道を通ったのだろう。この道を通るたびに友達が死んでいく。ポツンと佇む公衆電話からの明かりだけが、その道を照らす。周りには何もない。何もない。誰もいなかった。あの鈴の音のような、電話ベルの音が闇夜になる。公衆電話以外のものは暗くて見えないから、自然とその音の発信源に目を奪われる。怖くて、足が、震える。カチャリ、キー、という音が妙に響き、ボックスの中に入った。パタリ、と軽い音を立て、扉が閉まった。目の前で、とうるさくなる電話。僕は震える手でその受話器を持ち上げるが、耳につけられない。ボソボソ、と言っている。聞きたくない、聞きたくない。空いたもう片方の手で、携帯電話を取り出し、伊勢にかけようとする。クソ、圏外だ、こんな時に。ボックスから逃げ出そうと扉に手をかけるが、びくともしない。さっきはあれほど軽い音を立てたのに、今度は壁にでも鳴ったかのように全く動かない。ボソボソ、受話器はずっと繰り返している。もういいよ、助けて誰か。バンバンと扉を叩く。誰か、誰か。目線の先には足が見える。とっさに顔を上げるが、顔が見えない。助けてくれと叫ぼうとした。が、その足。その足は何も生えていなかったのに気づく。山中を裸足で歩く人などいない。さらにその白さに、助けをかける人間でないことを理解した。恐怖した。断続的に叩かれるボックスのガラス。姿が見えない。しかし、という音が鳴る瞬間に、暗闇からニュッと手のひらが現れる。力なく窓ガラスを叩くような音。目の前で鳴ったと思ったら、後ろで叩かれる。いろいろな方向から。と手のひらと共に音が鳴る。異様に白い足、って。見えるのはそれだけ。外は真っ暗闇で何も見えない。ボソボソ、と受話器はまだ何かを続けている。狭い空間でこんなこと、頭がおかしくなりそうだ。足元の隙間から、妙に指の長い手のひらが、スーッと入ってきた。そして、スーッと引っ込む。その手がまた入り、引っ込む。一本、二本、回数を重ねるたびにそれは増える。僕を探しているのか。いやだいやだ。手のひらに触らないように逃げる、避ける。たくさんたくさんの手。スー、スー、とたくさんの手が足元で現れ消える。ボソボソ言う、受話器。もうやめてください。ごめんなさい。とっさに返事をしてしまった。僕を掴もうとしている手のひらがヒューッと闇に引っ込んだ。受話器から声が聞こえる。今。ああ、ダメだ、と情けなくも体中から力が抜けた。その時、轟音が耳をつんざいた。バリバリ、とガラスが砕ける音。顔や服にガラス片が散らばる。伊勢、天魔がボックスを壊している。おい、大丈夫か？助かった、と思った瞬間、僕はその場でへたり込んでしまった。コンビニに着いて、落ち着いた僕は、夏なのにホットコーヒーをすすりながら話をした。二人と僕の話は噛み合わなかった。二人によると、僕がボックスの中で暴れているのが見えただけ。人？って？知らない。
そもそも伊勢は僕に電話などしていない。確かに着信履歴に伊勢の名前はなかった。大体、なぜあの声が伊勢だと思ったのだろう。妙に抑揚のない女のような声だったはずだ。伊勢は天馬と僕の家に行こうとした。天馬とは連絡がついて合流したが、僕とは連絡が取れない。もしやと思い公衆電話に行ってみた。ついてみると、僕がボックスの中で暴れていた、と。謎だらけの結末だった。タクシーのおじさんは結局、二度とあのコンビニには来なかった。何の意図であの話を僕たちに教えたのか、店長は知っているようだったが、教えてくれなかった。あの声が耳から離れない。僕は電話が苦手だ。一つずつ話してくれ。一番、センター、同じ顔。わいは今でも3歳くらいの時の記憶がある。一番古い記憶は、雪が降る冬の寒い日に父親がしつけと称し、半裸でわいを外に放り出した日のことを今でも覚えている。次に古い記憶は、わいが5歳くらいの時の記憶だ。わいには年が近い妹がいる。ちなみに顔は、わいが父親にで妹はまっまになので顔はあまり似ていない。ある日の夜、妹と一緒にベッドに入っていると、妹がわいに質問してきた。一項目一レスで終わらないのか。お兄ちゃんの横に、お兄ちゃんと同じ顔の女の子がいるけど誰？妹は何もないわいの背後を指さして、不思議そうな顔で何かを見ていた。ねえねえと聞いてくる妹を叩いて黙らせて、ビビリのわいは妹にぴったりと近づいてその日は必死に眠った。翌日、わいは妹から言われた話をまっまに話すと、まっまはかなり驚いていた。実はね、本当ならわいにはお兄ちゃんかお姉ちゃんがいたかもしれないのよ。でも、お腹の中で死んじゃって。当時のわいはまだ子供で、あまりその話がどんなことだったのかは理解できなかったが、まっまが泣いているからそれは悲しいことなんやなと思った。そして幼いながらにわいは、漠然と妹はわいには見えない何かが見えているんだとなぜか確信した。それからしばらくわいは夜、一人でトイレに行けなくなった。わいはビビリである。そしてわいは見えっぱりでもあったので、絶対におねしょはしない、お兄ちゃんだから。という謎の自分ルールを守るために夜、トイレに行きたくなったら妹を無理やり叩き起こして、トイレまでついてくるようにしばらくの間、命令し続けた。見えのために妹を頼る時点ですでに尻滅裂だし、何より妹はわいには見えない何かが見えている。もしトイレに行く途中で、お化けがいるとか言われたら怖すぎてトイレに行けなくなり、わいはおねしょお兄ちゃんになってしまうだろう。だからわいは、何か見えてもお兄ちゃんにはもう絶対に言うな、と半泣きで妹に言い聞かせ、約束させた。しばらく経ち、やっとまた夜に一人でトイレへ行けるようになったわいは、ずっと気になっていたことを妹に聞いてみた。ねえ、お兄ちゃんに似た女の子って今、どんな顔してるの？笑ってるよ。その時は、いたかもしれないお姉ちゃんの分までわいが妹に優しくしなきゃ、と思ったが、小さい頃のわいは暴落無尽で次の日にはすっかりその思いを忘れ、妹を子分のように連れ回してはめちゃくちゃに扱ってた。聞いてるで。行数3分の1くらいに削って。2番、セカンド、色のついた光の玉。妹はたまに何もない空中を手で払うような仕草をしていた。ある時、祖父母の家で妹は、火がついたように泣きながら、祖母の近くで必死に腕を振り回していた。まっまがなだめてどうしたのか妹に聞いても、妹は泣き叫ぶばかりだった。泣き疲れて眠り、妹が目を覚まし落ち着いてからまっまが再び、泣いていた理由を聞くと妹は思い出したようにまた泣き出す。ばあちゃんの体に、悪い黒い玉が入ってく。何度も何度も妹は悪い黒い玉が、と泣き叫んでいたが、ワイには意味がわからずに困惑するばかりだった。妹曰く、バッパの胸に黒い玉が入ろうとしていたのを妹は防ごうとしていたのだが、黒い玉はバッパの体に入ってしまったらしい。まっまが黒い玉のことを妹に聞いても、妹はうまく説明ができないようだったが終始、黒い玉は悪いやつ、と怖がり、泣くばかりだった。後日、ワイは妹が何もない空中を手で払うような動きをまたしていたので、黒い玉のことを聞いてみるとどうやら妹は、玉に光るふわふわした玉のようなものが見えるらしい。
白い光の玉はいいやつで、黒い光の玉は悪いやつ。他にも緑や黄色の光の玉も見えるようだが、他の色についてはよくわからないと妹は言っていた。Y はどうして妹が、白い光の玉がいいやつで、黒い光の玉は悪いやつだとわかるのかと聞くと、妹は以前、黒い光の玉が Y の体に入っていくのを見た後、Y が病気、水暴走になったからと言っていた。他にも、腕に黒い光の玉が入っていった時は Y が、金網に腕を引っ掛けて怪我をしたりと、黒い光の玉が見えた時は良くないことが起きるので、妹は黒い光の玉イコール悪いやつ、だと思うようになったらしい。ちなみに白い光の玉は黒い光の玉が体に入ろうとすると、守ろうとするみたいに戦って黒い光の玉を追い払うから、白い光の玉イコールいいやつだと、妹は認識しているようだった。じゃあ緑と黄色の光の玉は何？と妹に聞くと妹はよくわからないと答えた。たまに黒い光の玉を緑や黄色の光の玉が追い払う時もあるみたいだけど、黒い光の玉と合体して消えたり大きくなったりしたりと、妹自体あまりわからない様子で、その説明を受けた Y も全く理解できなかった。とりあえず幽霊じゃないから怖くないな、と思っていた Y だったが、数週間後に祖母が肺を悪くして入院した。Y は妹に、もし黒い光の玉が Y に入ろうとしていたら絶対に追い払って、と半泣きで妹に命令した。でも、怖いから見えても絶対にお兄ちゃんには言うなよ、と何度も念押しした。3番、ショート、魔のカーブ。祖父母の家に向かう途中の道で、必ず妹が泣き出す場所がある。そこは見通しが悪いカーブで、地元でも事故が多発する場所として有名だった。そのカーブに近づくと妹は怖い怖いと毎回、泣き出す。妹がまだ赤ちゃんだった時から、ここの道に近づくとぐずり出して大変だったと、マッマは言っていた。毎回この道を通るたびに泣き出してうるさかったので正直、Y は鬱陶しく思っていた。ある日、あまりにも車内で泣き叫ぶ妹に、ブチギレた Y は泣く理由を問い詰めた。しかし妹は泣き叫ぶばかりで理由を言わない。言えよ、泣きやめ、と何度も Y は妹を叩く。楽器の Y、カス。言わないと怒るぞ、とすでにブチギレながら怒る Y に、妹は言ってもいいの？と何度も泣きながら逆に Y に聞いてきた。いやあ、となかなか話し出さない妹の頭を叩いていると、ついに妹は限界を迎えたのか泣きながら叫び出した。黒い光の玉がいっぱいあるのを。その日から、魔のカーブに近づくと泣き出す妹プラス、その妹を見て恐怖する Y で車内が動物園状態になり、しばらくしてマッマは祖父母の家に行く道を変えてくれた。その後、Y が小学校の高学年くらいの時に授業で昔、この辺りに防空壕があったことを知る。そこはちょうど、魔のカーブがある場所だった。4番、ファースト、変態さん。妹は小さい時、舌足らずな話し方だった。何度教えても、ヘリコプターを、ヘコプター、と言ったりしていた。ある日、家で妹と遊んでいる途中に妹は怯えて怖がり、泣き出した。人形を使ってヒーローごっこをやっていた最中、悪者役の怪獣、妹が途中で抜けてしまったので、ヒーロー、Y は激おこだった。続きはよやるぞ、と Y は妹に怒鳴るが妹は怖がって泣くばかり。何が怖いんだよ？ぶち切れて妹に問い詰めると妹は窓を指さす。帽子をかぶった人がこっち見てるの。Y も窓を見る。窓は閉まっていて外の様子は全く見えない。でも妹は窓を指さし、泣き続けている。Y はすぐに妹の手を引いて、ダッシュでマッマのいるキッチンへと移動した。Y はすぐ、マッマに誰かが窓から覗いていると話し、外を確認してもらう。再び遊んでいた部屋にマッマと戻ると、マッマは人影さえ映っていない窓を見て、誰もいないから大丈夫だよと Y と妹の頭を撫でた。安心させるためにマッマは窓を開け、誰もいないから大丈夫と再度、説明してくれた。後日、テレビを見ている妹が、あーと声を上げた。変態さん。興奮した様子で、テレビに映る軍服を着た人を指さす妹。この前窓から見てた人。ビビリの Y はそれからしばらく、窓に近づけなくなった。5番、ライト、母ちゃん。Y が小学生になったくらいの時に、マッマのお腹が大きくなった。
赤ちゃんがいるとマッマに教えられ、よく妹と二人で、マッマのお腹に話しかけていたのを覚えている。妹は何度教えても、赤ちゃんを慕ったらずな感じで、母ちゃん、といつも呼んでいた。わいは妹よりも一緒に遊べる弟がずっと欲しかったので、まだ性別がわからない頃からしつこくマッマに、ねえ、弟、と何度も何度も聞いていた。マッマは、まだわからないよ。と言っていたが妹はなぜか、母ちゃんは弟だよ。と笑ってマッマのお腹に話しかけていた。それからしばらくしてワイはまたお兄ちゃんになった。生まれてきたのは弟だった。名前の一文字目を取ると、母ちゃん。妹はお腹にいる時と同じように、今でも弟を母ちゃんと呼んでる。ワイが大人になってから、たまたま路肩で怪しい生命判断士を見かけた時の話。正直、ワイは生命判断なんてうさんくさいと思いながら、冗談半分にからかうような気持ちで近々、子供が生まれると嘘をついて占ってもらった。ワイの名前で、もしこの名前を長男につけようとしてるなら、絶対にやめた方がいい。考えられる限りの中で一番最悪なくらい良くない。女運も壊滅的に悪い。もし名前にこだわりがあるにしても長男にだけは絶対につけてはダメ。全体的に悪いけど特にこの名前だと長男は家を守らず、必ず外に出て行き、家が壊れる。話を聞いたワイは動機が止まらなかった。あまりにも今のワイに当てはまりすぎて軽く恐怖すら覚えた。他に考えている名前の候補はある？嘘で子供の名前なんて最初から考えていなかったので、テンパってワイは弟の名前を書いてしまう。ああ。驚いたように何度も占い師がうなずく。すごくいい。長男につけるのはもちろん、たとえ長男以外だったとして家を守る役割をしてくれる。大案が出ないくらい生命判断的には文句なしの名前だと思うよ。偶然なのか必然なのかはわからないが、その時にワイは直感的に改めて妹の不思議な力をまた実感した。イッチ、家を守らず外に出て行き家壊してて草。イッチは解明すべきやな。6番。サード、不登校。弟が生まれてから数年後に両親が離婚した。DV もあったので親権はまっまに。だが父親は、長男でその長男であるワイだけは、田舎特有の家督重視な習わしを持つ父方の祖父母が手放したくないと、かなり揉めたようだったことをワイは後に知る。ワイ自身、暴力を振るう父親が大嫌いだったので、初めからまっまについていくと決めていた。しばらくはマッマの祖父母の家で暮らしていたが、離婚を含めた環境の変化が原因なのか、小学校低学年の妹はかなり情緒不安定になり、学校に行くのを嫌がるようになった。ワイは片親だからと周りから言われないように学業を頑張ったが、学校に行かない妹に次第にイライラを感じていた。もともと、妹はアホなのかワイはいつも妹の宿題に付き合い、勉強を教えていた。はい、お兄ちゃんすごい。先生の話を聞いてれば、テストなんて100点取れて当たり前や。ワイは通知表に毎回、授業中もっと落ち着きましょう、うるさいと書かれていたが、妹も同じように、授業に集中しましょうと書かれていた。妹は、口から生まれたんじゃないかと思うくらいよく喋るワイと違って、物静かで口数も少ない。おおらかでぼーっとしてることが多かったので、ワイとは違った意味で授業に集中していないんだなと、ワイは妹のお世辞にもいいとは言えない通知表を、自分のものと見比べていつに浸っていた。妹が不登校になって2週間くらいが過ぎた頃、ついにワイはこのままではワイまでバカにされる、という身勝手な焦燥感から無理やり、妹を学校に連れて行こうとした。妹が小学校に上がった直後は兄貴風を吹かし、慣れるまでは登下校を共にし、面倒を見ていたが次第に妹と一緒に登下校するのが嫌になり、ワイは友達と通学するようになっていたが、その日は嫌がる妹を怒鳴りながら準備させ、迎えに来たワイの友達と一緒に学校へと向かった。道中、もし誰か妹をいじめてる奴がいるなら兄ちゃんが守ったる。勉強がわからないなら兄ちゃんが教えたる。とワイはとにかく妹に言い聞かせた。ワイの友達とみんなで学校に行くのが楽しいのか、妹はまるで遠足に行くみたいに登校を楽しんでいた。だが、学校に近づくにつれて妹の表情が曇る。校門近くになるとついに妹は泣き出してしまった。ワイはなんだか恥ずかしさがあり、
友達に先に学校に行って、と伝えてから、しゃがみ込んで泣いている妹を無理やり立たせて、職員玄関のある裏門へと妹を引き連れて向かった。学校に入ると妹は火をつけたように泣き出し、Y にはもう手がつけられなくなった。大丈夫、兄ちゃんがいるから怖くない。〇〇は何が怖いのか兄ちゃんに言え。そいつをすぐに兄ちゃんがやっつけてやるから。何度妹に言い聞かせても、妹は怖いと繰り返し怯えるばかり。狼狽しながら Y は助けを求めて職員室へ行こうとしたのだが、妹は怖い怖いと抱きついて離れないので、妹を引きずるように Y も半泣きで、担任を頼るために職員室へと続く廊下を歩いた。途中で妹がゲロを吐いて気を失った。Y は妹が死んでしまったと思い、一人で反狂乱になりながらダッシュで職員室へと駆け込んだ。最強に面倒な兄弟だったが、Y の担任は非常に優しかったので嫌な顔を見せずに、ゲロまみれで倒れる妹を保健室まで運び、マッマが迎えに来るまで Y と妹に付き添ってくれた。さすがに傍若無人の楽器 Y も、妹に悪いことをしたなと思い、Y は妹に無理やり学校に行かせたことを謝った。兄ちゃんが妹をいじめてる奴をやっつけてやるから、名前を教えて。妹はありがとう、というばかりで Y にそれ以上、話すことはなかった。それから数日後に親戚でもない、Y が覚えている限り、全く知らない見たこともないおばさんが祖父母の家に来た。マッマは Y に、その人はバッパが頼って呼んだ、妹と同じように見える人だと説明してくれた。これからマッマとバッパが、その T さんと話すから、寝ている妹を見ててほしいと Y は頼まれたが、Y も話を聞きたいとごねごねあんごねて、その話に同席した。T さんは、寝ている妹をしばらくじっと見つめた。まるまるちゃんは優しくて、周りの良くないものから頼られてしまう。昔、犬を飼ってましたね。ちょっと前までは、その子が妹ちゃんを良くないものから守っていたようだけど、今は家が変わって、その子が妹ちゃんから離れてしまったみたい。それで学校にいる良くないものが妹ちゃんに近寄るようになって、妹ちゃんは怖がっているようね。Y は驚いたと同時に小さいながらも直感的に、ああ、この人は本物だとすぐに感じた。もちろん、マッマもバッパも今日がこのおばさんとは初対面で、以前の家で犬を飼っていたことをこの人は知るはずもない。立地がクズすぎて、話に集中できない。墓地は妹が小学校に上がる前に死んでしまったが、老衰で立てなくなるまで、Y と妹がほぼ毎日散歩に連れて行っていた。特に妹は墓地を可愛がっていて、墓地も妹の姿を見ると、ブンブンと尻尾を振って喜んでいたのを Y は覚えている。Y より妹に懐いていたから、Y はあまり面白くなかったが。もしその子の首輪が残っていたら、小さく切ってキーホルダーにして妹ちゃんに持たせてあげて。きっとまた、その子が妹ちゃんを見つけて守ってくれるから。ただ、その子もずっとこの先も一緒にいることはできない。いえ、あまり長い間、泊まらせては酷だから。それまでに妹ちゃんが対処を覚えてくれれば大丈夫だけど。もしまた妹ちゃんが困ったらいつでも相談してください。ありがとうございますとマッマとバッパが礼を繰り返す中、Y も T さんに話しかけられた。妹ちゃんも優しくて頼られるけど、君は女の子に頼られるから気をつけなさい。妹ちゃんには優しくて、ね。そのおばさんが帰り際に、玄関でバッパが包んだ謝礼を渡そうとしているのを Y は見た。そういうものは一切、受け取りません。それでもバッパは助けていただいたからと、割と強めに渡そうとしていたが、最後まで T さんはそれを受け取らなかった。過去の私と同じように困った人がいたら、ただおせっかいをしているだけなので。Y は T さんが最後に言ったその言葉を、今でもはっきりと覚えている。犬に金を与えるのだけ面白い。後日、マッマが妹に、少し汚れた赤い革のキーホルダーをお守りと言って渡していた。墓地のつけていた首輪と同じ色のキーホルダーをランドセルにつけてから、妹は学校へまた通えるようになった。それから Y はなんとなく、登校する友達グループに妹も加えて、一緒に登校するようになった。あの後に一度だけ妹に聞いたことがある。どうしてあの時、Y に学校でお化けが見えて怖いって話さなかったのか、と。お兄ちゃん、何か見えても言うなって言ったから。妹はどんなに怖くても昔、
Y が言った約束を律儀に守っていたのだ。Y は急に情けなくなった。犬のポチでさえ、妹を守ろうとしているのに兄である Y は何をしているんだ。離婚して今は小さい弟を除けば家に男は Y しかいない。妹もマッマも Y が守らないと。その日、幼いながらも Y は決意した。さすがにこれ全部頑張って書き溜めたのかと思うと哀れではある。お前らほんま何様やねん。つまらんならレスせず立ち去ればいいだろ。たかだか掲示板の感想すら弾圧するとかお前こそ何様やねん。うわぁ。発狂する音で草。声じゃないのか。いっち諦めてもうた。やっぱこんなクソ掲示板でやっちゃダメだよ。余裕のないやつしかおらんから。いっち戻ってきて。7番、レフト、指は。妹が小学校の高学年になった頃、また妹が学校を休みがちになった。お守りとしてつけていたキーホルダーが、いつの間にかどこかに消えてしまい、Y も何度か一緒に探したが結局、キーホルダーが出てくることはなかった。そんな時、入院している曾祖母が、もうあまり先が長くないというのでまっまと Y と妹はお見舞いに行った。曾祖母は随分前から施設に入っていて、少なくとも Y が記憶している限り、その病室でしか曾祖母を見たことがなかった。以前お見舞いに行った時、曾祖母は Y のまっまを見てバッパの名前を言っていた。Y をひ孫と認識していないようで、Y ら兄弟が病室を訪れても、おばやおじの名前ばかり言っていた。そんな状態なのでバッパやまっまはあまり曾祖母の話をせず、お見舞いに行く回数も非常に少なかった。Y は子供ながらになんとなく、バッパやまっまが曾祖母をいないものとしているように感じ、曾祖母のことを深く聞くことはなかった。しかし、その日お見舞いに行った時の曾祖母はいつもと違っていた。もう話す力も残っていないはずなのに、妹を見るなりはっきりとこう言った。妹ちゃんだね。大丈夫、全部持ってくから、安心せい。部屋の茶ダンスの上を見なさい。まっまはひどく驚いていた。随分前から、もうまともに話せる状態じゃなかった曾祖母が、しっかりと妹の方を見て話していた。怖がる妹を Y は後ろから押し、曾祖母のベッドに近づけて、二人で一緒に曾祖母の手を握った。曾祖母の手は細く冷たかったので、Y は手をするように動かす。妹も真似て、手をすると曾祖母はうなずくように小さく頭を動かしていた。あのお見舞いから、日がそれほど経たないうちに曾祖母は亡くなった。マッマは病室で言われた通り、祖父母の家にある、以前曾祖母が使っていた茶ダンスを調べてまた驚いていた。これね、マッマが小さい頃に、おばあちゃんがお守りだって渡してくれたのよ。聞くと、その金の指輪は曾祖母の結婚指輪だったらしい。マッマも小さい頃は、妹と同じように不思議な体験をしていて困っていたが、曾祖母からこの指輪を渡されてから、徐々にその不思議な体験が減っていったとか。ただ、曾祖母から譲り受けたもので大事にしていたはずなのに、ある日いつの間にかマッマの手元から指輪は消えてしまった。マッマもかなり探したようでなぜ今頃、こんなところから出てきたのかとひどく驚いていた。そんなこんなで曾祖母の遺言通り、その金の指輪は妹が持つことになった。もちろん、サイズが全然合わないので紐でチョーカーのように妹は身につけていた。マッマから聞いた、妹は Y に絶対話さないから、がどうやら、曾祖母の金の指輪を持っていると怖いものが近づかなくなるようで、それから妹はまた学校に通えるようになったようだ。Y は何かあったら妹から、曾祖母の金の指輪を奪って身につけようと思った。ひどすぎて草。指輪に指入れれるのに、抜けない怪奇現象ならよく起こるで。8番、キャッチャー、弟からの電話。あれから特に、不思議なことが起きなくなった。まっま曰く。もう多感な時期を過ぎたから、妹ちゃんは見えなくなったんじゃない？と言っていた。まあ、人には見えないものを見えると言わない方がいいってことを知るくらい、妹も成長し、大人になったのだろう。Y は進学を機に田舎から脱出し、一人暮らしを始めた。長い休みになると様子見と称し、実家から妹が遊びに来た。行きたいお店があるの。見せられた紙には数店の服屋の名前があった。もちろん、妹は場所を知るはずもないので Y がナビして買い物に付き合う。
割と都会なので、地元のど田舎にある古い服屋ではできないような買い物に妹は終始、楽しそうにはしゃいでいた。Y はいつも、妹や弟がいる実家をおとなしく思っていたが、一人暮らしを始め、いざ一人になると結構寂しかったので、久しぶりに妹の顔を見た Y も、この時はかなりはしゃいでいたと思う。妹は数日間滞在し、田舎へと戻っていった。それから数日後、弟から電話がかかってきた。兄ちゃん、今度は俺もそっちに行くから。おう、まっまの許可下りたらな。お土産に買ってきて欲しかった服がなかったとか、姉ちゃんは自分のもので頭いっぱいで、弟のものを忘れていたとか、Y はたわいもない愚痴を聞かされた。大きくなってもポケラーっとして抜けてる妹は、小さい頃とあんまり変わらないなぁとか Y が思っていると、電話越しの弟が急に真面目なトーンになった。ちょっと兄ちゃんに話したいことがあるんだけど。どうした？姉ちゃんが帰ってきてから家族会議があったんだけど。家族、会議？少なくとも、Y が実家にいる時にはなかった制度に何事か、と疑問符が浮かぶ。姉ちゃんは、兄ちゃんには絶対に言うなって言ってたんだけど。マッマも兄ちゃんが怖がるから話すなって言ってたけど、多分知らない方が兄ちゃん怒るだろうから、さ。さすが、弟だ。弟がまだ赤ちゃんの頃、Y がおしめを変えてやるくらい面倒見ていたからか、弟は Y を兄としてかなり慕ってくれている。よし、話せ。中心から報告を受けるような気持ちで、家族会議のことを聞く。姉ちゃんが言うには、兄ちゃんが今住んでる部屋に幽霊がいるみたい。は？ Y はゆっくりと部屋を見回した。兄ちゃん。おう。そうか、わかったわ、ぜ。ぴ。すぐに電話を切る。前にも話したが Y は見えっぱりなのだ。弟に情けない姿は見せない。兄だから。電話をかける。もしもし？お兄ちゃんどうしたの？今電話大丈夫か？うん、大丈夫だよ。お兄ちゃんの部屋に幽霊いるってマジ？え？マッマから聞いたの？弟から聞いた、マジなの？ねえ、マジなの？ちょっと、お兄ちゃん落ち着いて、ね。どこにいるの？ねえ、マジ、どこを？大丈夫だから、お兄ちゃんまず落ち着いててば。Y はキョロキョロしながらビビり散らしていた。大丈夫？落ち着いた？ああ、とりあえず今日は友人の家に泊まりに行くわ。はあ、だから母ちゃんにはお兄ちゃんに言うなって言ったのに、もう。一応、確認しときたいんだけどどんなのが部屋にいるの？ねえ、悪いやつ？悪いやつなの？もう、お兄ちゃん落ち着いてってば。わからないけど心配しなくても大丈夫だと思うよ。ねえ、どんな？ヤバそうならすぐに家から出たいんだけど。女の人の霊だよ。ちょっとよくはわからないけど大丈夫だから。お兄ちゃん落ち着いて。女の人？ヤバ。怖。もうやだ、引っ越す。それにちょっとよくわからないけど大丈夫って何？それ大丈夫じゃないよね、ねえ。私もわかんなかったの。マレーシア人で話してる言葉がわからなかったから。え？話をまとめるとこうだ。Y の部屋に泊まった日の夜、妹の枕元に女の人の霊が妹を頼って話しかけてきたらしい。その女性は一生懸命、妹に何かを話して説明しているようだったが、妹にはわからない言語だったので、何を言っているかも全然理解できなかった。唯一、マレーシアだけは聞き取れたようで、妹はその女性の霊はマレーシア人だとわかったらしい。止まってる間、妹はずっと話しかけられていたようだったが、言葉がわからなくて力になれなかった。とぽつりと言っていた。都会だとあんなこともあるんだね。なんだか部屋にいるのがマレーシア人の女性の霊だとわかると、怖さよりも面白さの方が勝ってどうでもよくなった。電話の終わり際に、妹が言う。お兄ちゃんはすぐに女の人に頼られちゃうから、付き合う人には気をつけるんだよ。あんなに小さかった妹が、Y の交際関係を心配するまでに大きくなったのかとしみじみと思った。しかし、マレーシア人の女性、しかも霊に頼られるような関係は全く身に覚えがない。残念ながら今まで一度も Y は幽霊を見たことがなかったので、話を聞いた後も、部屋に気配を感じたりすることなど全然、全くなかった。後日、朝、目を覚ますと、枕元に一本のかなり長い髪の毛が落ちていた。
Y は直感的にこれはマレーシア人のものだ、と理解し、しばらく友人の家に入り浸った。無理をしてでもその部屋から引っ越したのは言うまでもない。見てるで。続きくれい。面白い。9番、ピッチャー、翌発の女。卒業後、Y は周囲の反対を押し切って、地元からかなり離れた場所で就職した。この時から、マッマや祖父母とは離縁したような状態になってしまったが、妹や弟とは今までと変わらず、たまに連絡を取っていた。新生活を始める前に、Y は会社の近くで新たに借りる部屋を探すとき、地元から妹を呼び、部屋探しを手伝ってもらった。二人で不動産屋に行くと大抵夫婦に間違われ、広めの部屋を勧められた。その都度、妹だと説明するいらない労力もあったが、それよりも、これから自分の住む部屋に幽霊がいるよりはマシだろう。Y は全く見えないけど。無事に部屋探しを終えて、妹が地元に帰る前に Y に訪ねてきた。お兄ちゃんって今、付き合ってる人いる？いると言えばいる、かな。多分、春からは遠距離になるから近いうちに終わると思うけど。その相手の人って髪の色、緑？ぶっ飛びすぎた質問に、Y は思わず吹き出しながら違うよと妹に答えた。今まで、金髪に差し色でピンクや、黒髪に差し色でシルバーという、個性的な髪色の女性とは付き合ったことはあったが、さすがに緑色なんてぶっ飛んだ髪色の女性と Y はお付き合いしたことはない。ケラケラと笑う Y とは対照的に、妹は真剣な表情だった。翌発の人とは絶対に付き合っちゃダメだよ。さすがにそんな個性的すぎる髪色の人とは、絶対不快仲になることはないから大丈夫だよ。お兄ちゃんは女運がないんだから、本当に気をつけなきゃ。いくらなんでも、緑色の髪をした女性がまともじゃないことくらい、言われずとも Y にもわかる。昔から妹は、Y の付き合う女性にとやかくおせっかい焼きのように口を出していたので、今回もそれだろう。翌発。ここで Y は一人だけ翌発の人、いやキャラを思い出した。初音ミク。確かに学生時代の Y を、お他趣味に引き込んで、やや人生を狂わした元凶とも言える。これ以上深みにはまると根気を逃すぞ、と妹は忠告したいのだろう。あーだこうだいう妹に、お前も早く結婚しろよと、Y は強すぎる禁止カードで話を終わらせて、妹を見送った。Y が付き合う女性は漏れなく全員、重すぎる愛で Y にべったりと依存するタイプが多かった。Y がそのタイプを引きつけるのか、そんなタイプだから Y が付き合えるのかはわからないが今、考えるとおそらく後者だろう。ある女性と別れた時、仕事での激務も重なり、Y は壊れた。せや、彼氏持ちなら Y に依存せんやろ。あまり思い出したくないので手短に話すと、そんな軽い気持ちで関係を持った女性に、Y が次第に本気になってしまうも Y は手ひどく裏切られて、ついには心までも壊して仕事を辞める状態まで追い込まれてしまった。幸い、貯金と失業保険でしばらくは暮らしていけたが、Y はその先を考えることもせず、スマホの電源を落として誰とも連絡を取らずに、ただただ部屋にこもり、日々を過ごした。そんなある日、突然、妹が部屋を訪ねてきた。会いたくなかったので無視しようとしたが、情けないことに Y は相当追い詰められていたようで、すがるようにドアを開けるなり、妹に抱きついてピーピーと泣き出してしまった。妹は何も言わずに普段とは違った表情で、ずっと泣いている Y の頭を撫でてくれた。いつの間にか泣き疲れて眠ってしまったのか、目を覚ますと朝になっていた。記憶はないが、Y はソファーで眠ったようでベッドには妹が寝ていた。正直、昨日のピーピーと泣く恥ずかしい自分の姿を思い出すと、これから妹にどんな顔で話せばいいのかと考えると気まずすぎる。だが泣いて鬱憤を吐き出したせいか、妙に Y の気持ちはすがすがしいまでに晴れていた。恥ずかしいので絶対に口にはしないが、Y は心の中で妹に感謝した。朝だぞ、起きろ。そう言いながら妹を揺すると、顔をしかめながらゆっくりと妹は上半身を起こした。小さい頃から妹は朝に弱く、なかなか起きれなかったなぁと思い出して懐かしい気持ちになる。え？あれ？お兄ちゃん？周囲を見渡して妹は戸惑う。寝ぼけているのかと思ったが、妹は Y をじっと見ると急に泣き出してしまった。お姉ちゃんがいない。昨日と立場が真逆に変わり、今度は Y が泣きじゃくる妹の頭を撫でた。
妹の話をまとめると大体こんな感じだ。妹は夢で、姉にお兄ちゃんを助けてあげてと呼ばれて昨日、訪ねてきたらしい。駅に着いた時くらいまでの記憶はあるようだが、その後の記憶はぽっかり抜けているようだ。部屋探しの時に手伝ってもらったので、一応妹は Y の家を知っていたが、昔から道を覚えるのが苦手な妹がどうやって一人でここにたどり着いたのか、疑問に思っていたが話を聞いて Y はなんとなく納得した。それなら点が線になって繋がる。いつもと違った表情に感じたのも、一言も話さなかったことも。お姉ちゃんは多分、お兄ちゃんについてた悪いものを持って消えちゃったんだ。Y はそれ以上、妹に聞かなかったがだらしない兄はどうやら、姉と妹に救われたようだ。いつまでも、姉や妹を心配させてはいけないなと思い、この出来事を機に、少し時間はかかってしまったが Y は社会復帰した。そして以前使ってた SNS のアカウントを整理した時に、ふとフォローリストを見ると、あの手ひどく裏切られた女性のアカウントがあった。趣味でたまにコスプレしてます。アイコンにはマクロス F のランカにコスプレした、あの女性が写っていた。かん。もっと見たい。長すぎや。もっと短く頼むで。面白い。実話だと信じてる。勝手に書いてくよ。はーい。俺のスペック、当時。175センチ、62キロ、顔は普通だと思う。趣味、将棋、アクアリウム。彼女いない歴イコール年齢。友達も少ない。じゃあ書かせてもらう。当時俺は大学生で、一人暮らししてたから金がかかったんだ。仕送りも少なかった。で、バイトをファミレスとかコンビニとかやったけど、家庭教師って結構金いいのに気づいたのよ。でも、家庭教師ってサイトに登録とかいろいろ面倒じゃん。だから俺は、近所に許可もらってビラを貼らせてもらった。確か、中高生に英語と国語教えます。1時間3000円。連絡先〇〇。ってな感じだったと思う。それで、数日経ったある日に電話がかかってきたのよ。中年のおばちゃんぐらいの声質だった。ビラを見たんですが、来ていただけますか？とか言ってたな。話を聞くと、息子に勉強を教える人を探してたらしい。毎日来てほしい、1日4時間お願いするとのことだった。俺はマジかよ、1万2000円だ、やったぜとか思ってた。バカだったと思う。1日4時間毎日頼む時点で、おかしいと思うべきだった。わかった、当日誘拐されて殺されて、身代金要求されたんだな。昨日見たわ。俺もそれ見て、すれ立てしようと思ったんだよ。4年前の話だからな。マジか。家庭教師ってある意味怖いバイトだよな。次の日から早速来てほしいとのことだったので、次の日から行った。夕方、5時ぐらいだったかな、から4時間やるので飯を早めに食って家を出た。言われた住所のところに着くと、古くて小さな家がポツンと佇んでいた。時間帯も時間帯だったので、なかなか怖い雰囲気を醸し出していた。まあ仕事だから、と恐る恐るチャイムを鳴らした。すると、電話と同じ中年のおばちゃんの声がして、なぜか安心。ドアを開けたおばちゃんを見て俺は言葉を失った。フケだらけ頭。ドス黒く目元にあるクマ。似たーっと気色の悪い笑顔。一瞬で帰りたくなったが、まだお金の方が勝った。どうぞ、上がってください。お邪魔します、と言って上がった。声が震えてたと思う。お子さんはどちらに、と聞いたら。こっち。と奥の部屋に通された。ぶっちゃけめちゃくちゃ怖かった。なんていうか家の雰囲気がすごく怖かった。いやいや奥に進むと、部屋はまさに子供部屋って感じの部屋だった。タンス、テレビ、ベッド、ぬいぐるみ、ロボットのおもちゃ、勉強机。奥の勉強机に子供らしい人影があったので、それに向かって近づく。こんにちはー、なんて言いながら近づき、よく見るとさ、人形、だったんだよね。人形つっても手作りのような感じで、子供ぐらいのサイズはあって洋服を着ていた。やばかったのは顔。無機質な布に丸が3つあるだけだった。マリオに兵法っていう敵キャラいるじゃん。あれを想像していただきたい。うちの息子です。
マジに血の気が引いた。この家マジにヤバい。本当にヤバい。え？人形。ですよね。って言ってしまった。これがまずかった。はぁ？何言ってるの？うちの息子よ。ケン君。突然の大声とおばちゃんの表現ぶりに涙が出た。本当にヤバい。殺されるかもしれない。死にたくない。なんとか穏便に済まして帰ろうと思った。わかりました、わかりましたから。って言って、ケン君、お兄さんと勉強をしようか。って言ったら、またおばちゃんが似たってして元に戻った。当然ケン君は返事をしない。当たり前である。人形なのだから。勉強と言っても、相手は人形なのでひたすら俺が人形に向かって喋るだけである。ここからの4時間は本当に地獄だった。10分の休憩を入れても苦痛だった。ここは B 同士だから〇〇になるんだよーとか、これは連用形だからうだねーとか、4時間ひたすら一人でやる。おばちゃんはその様子を後ろでニタニタと眺めていた。本当に気持ちが悪かった。怖すぎる。なんだかんだでやっと4時間が過ぎた。じゃあ終わりにしよっかーとケン君に言った。返事はない。当然である。人形なの役。お疲れ様、ありがとうございました。本当に気持ち悪い笑顔だと思いながら帰る支度をする。もう遅いし、ご飯食べていきなさい。いえ、来る前に食べたので大丈夫ですと言った。それにこんな気持ち悪い家で出てくるご飯なんてたまったもんじゃない。食べていきなさいよ。また怒鳴られた。本当に怖い。気違いだ。でも殺されるかもしれないので、じゃあいただきます。と渋々了承した。その後、ダイニングみたいな場所に通されて椅子に座った。包丁を取り出し何か調理を始めた。包丁を取り出した時は本当にドキッとした。冷や汗だらだらだった。汚い鍋も取り出し、それで何かを煮込み出した。するとカレーの匂いがしだした。カレーか。普通の飯でよかった。と心底そう思った。はい、どうぞ。汚い皿にカレーが盛り付けられていた。スプーンはコンビニでもらえるスプーンを再利用したものだった。いただきます、と恐る恐る食べる。普通のカレーだった。まずくもなく、うまくもなく。お口に合うかしら？はい、美味しいです。と怒鳴られるのは怖いので多少オーバーに答えた。そう、よかったわ。今日は泊まっていきなさい。意味がわからなかった。なぜご飯を断れなかったのか。だって怖かったんだもん。いえ、そんな、悪いですし大丈夫です。と答えた。ケン君も喜ぶわー。ぜひ泊まっていって。大丈夫です。とまた答えた。泊まっていきなさいよ。ケン君がかわいそうでしょ。怖かった。でもこんな家に泊まるのはもっと怖い。殺される方がもっともっと怖い。選択の余地なんてなかった。泊まることにした。泊まるふりしてどこか隙を見つけて逃げることを計画した。俺はケン君の部屋でケン君と一緒に寝ることになった。こんな気持ち悪い人形と一緒に寝るなんて嫌すぎた。ケン君の部屋に布団を敷いてもらった。よかったわねー、先生と一緒に寝れてー。とか言っていた。本当に怖い。意味わからない。監禁じゃないですか。トイレはダイニングの隣だから。あと2階には行かないでね。とのことだった。まずはおばちゃんが寝静まるのを待ち、ケン君の部屋で待機していた。携帯電話を忘れたことを非常に悔やんだ。携帯があれば助けを呼べたのに。深夜になれば寝るだろうと深夜まで待つことにした。その時は10時半過ぎだった。特にやることもないので布団の中でうずくまった。気がつくと深夜1時。いつの間にか寝てしまっていたようだった。もうおばちゃんも寝ただろうと脱出を決行。カバンを持ち、玄関に忍び足で向かう。一歩、また一歩。心臓の鼓動だけが響いた。何をやっているの？びくう。もうね、死んだと思ったね。横を見ると、ダイニング扉の隙間から、おばちゃんがニタニタと正座してこちらを見ていた。まさか、ずっとここで監視していたのか。体から血の気がさーっと引いていく。まさか、帰るなんて言わないわよね。ここで俺はパニックになった。うわあ、なんて叫びながら奥へ走り出す。
ケン君の部屋には人が出られる大きさの窓なんかない。家の階段を思いっきり駆け上がる。扉が目の前に見えた。開ける。真っ暗。電気を探し明かりをつける。パッと周りが明るくなると。その部屋にはぬいぐるみ、人形がぎっしり。超絶怖い。そこで立ち往生していると。キョ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 。みたいな叫び声部屋の奥から聞こえた。そこに目をやると、そこには頭がすごくでかく、目玉が飛び出しそうな人間、のようなものがいた。俺と目が合う。キュ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 。怖すぎた。漏らした。気持ち悪かった。パニックになり、窓を開けて2階から飛び降りた。痛みは感じなかった。恐怖がそれに勝りすぎていた。そのままダッシュで家に帰宅。その日は寝れなかったし、足がめちゃくちゃ痛くなってきて、翌日病院に行ったら左足が折れていた。その後そこから引っ越して、もうそこには二度と行っていない。行きたくない。最後に見たあれは何だったんだろう。終わりです。障害者を閉じ込めてたんだろ。俺的にはあいつがケン君で、障害児だったから人形で現実逃避してたと思うんだ。怖すぎはロロン。怖すぎるわ。そこから引っ越したってのはその町からってことね。質問があれば受け付けるよ。その家の場所覚えてる？一応、正確な住所は忘れたけど。結局金はもらえた？もらえなかった。無事に帰れた代償ということにしてる。水筒症？そうかもしれないけど、めちゃくちゃでかかった。爆発しそうなぐらい。怖かっただろうけど、多分ケン君は2階に閉じ込められてた子で間違いなさそうだな。真っ暗なとこにマジでずっといたのかな？久しぶりに人間を見て喜んでただけかもね。考えれば考えるほど怖い。見つけた。やめて。それって何県？関東都だけ。もしかして千葉？千葉住みかな？安心して、千葉じゃないよ。恐ろしい話だな。とりあえず、一致おつ。電話番号は変更した？着信拒否して、すぐ買いに行った。夜道で読むもんやなかった。歩きスマホはもうしないと決めたわ。もうないかな。じゃあ俺は寝るから、家庭教師のバイトはくれぐれも気をつけるんだぞ。じゃあな。マジで怖い。今、こうしてすれ立ててるってことは、一致は生きてるんだな。ほっとしたわ。そいつの名前は、中村と言っておく。入学からずっと俺はぼっちだった。中村は、クラスでも知り合いが多くいつも周りに人がいた。中村の見た目はドキュンって感じはなく、真面目な青年って感じだった。でも、よく授業中に先生を質問攻めにして怒らせたりするやつで、俺は中村のことを空気読めないやつだと思ってた。男かよ。中村は男だが、ホモ展開はないぜ。高一の一学期も中頃に入った頃、中村が後期生徒会に立候補することを知った。俺の学校では、一年は初期化会計にしかなることはできなかった。クラスの中でもいじられつつ盛り上がる感じで、だけど応援しようみたいな空気だった。中村もクラスのみんなに、投票よろしくお願いします。って言ってた。そして生徒会役員選挙が、熱い体育館で始まった。一人10分の持ち時間の中での演説ということで、みんなかなり面倒そうだった。投票については会長一人、副会長二人、書記二人、会計三人。中村の会計立候補以外は、全員前期からの引き続きの新任だった。この時は知らなかったが、前後期の中間での立候補者がいたのはほとんどいなかったらしい。現行の生徒会メンバーが演説を行っていく。演説は会長候補から順に行くらしく、中村の演説番は最後だった。〇〇候補の〇〇です。お願いします。みたいな定番の演説を行っていく。結局演説に一人10分も使わずに、思ったより早く進んでいった。中村には悪いが、演説聞くより早く帰りたい気分の方が強かった。で、ついに中村の演説する番になったんだが、中村が教壇に立った時ちょっとざわついた。
中村が学生帽をかぶっていたからだ。クスクスといった笑い声も聞こえてきた。うちの高校は学ランだったけど学生帽については自由で、当然誰もかぶる奴はいなかった。笑い声が聞こえても、中村は顔色一つ変えずに立っていた。でも一向に演説を始めようとしなかった。ずっと教壇に立ってるだけ。で、またちょっとざわついてくる。ざわついてきたのか、周りで寝てる連中も目を覚まし始めた。それでも中村は、演説を始める機会は一向になかった。ずっと舞台の上から生徒を見下ろしているだけだった。そうするうちにざわつきも収まってきた。そして1分くらいしたら、体育館がびっくりするぐらいシーンとなった。よく教室で起こる、急に話しちゃいけないくらい静かになる空気だ。それが起こると、誰も話すことはなくなった。それから10秒ぐらいして初めて、中村が口を開いて演説を始めた。その演説の内容は、びっくりするような内容だった。〇〇候補の〇〇です、お願いします。みたいな定番じゃない。一言目から、はぁ、ってなるようなことを言ってたのを覚えてる。教室に扇風機を設置する。昼休みに、外出許可証なしで、校外外出できるようにする。他にもいろいろ生徒が、おーおーおーってなるようなことを熱く語っていた。中村も話しているうちにどんどん熱くなっていってるみたいで、身振り手振りがすごくて、結構迫力があったのを覚えてる。そして、この公約を実現するには、現生徒会では不可能である。みたいなことを言い始めた。本当は会長になりたかったが、一年ではなれないから仕方なく会計になった。現生徒会では俺の意見を通すのは難しい。そんなことを言った後に、現生徒会全員に対しての不信任投票を要求してきた。現生徒会のメンバーが一人でも通った場合、自分は辞任する。と言った。つまり、中村は現メンバー全員を不信任とし落とした上で、自分だけ当選させることを生徒に要求してきたんだ。校則では、不信任となった役職は、半期間の間空席になるとのことらしく、たとえ、会計でも通ったのが一人ならば、生徒会の実権を握れるということだった。そして、演説が終わり教室に帰る途中、中村の話題で持ちきりだった。で、次の日、購買前の黒板に貼られていた結果を見ると、当選したのは中村一人だけだった。もちろん教室中は空前の中村フィーバー。すげえ。勝てえ。みたいなノリだった。俺も割とマジで中村すげえとか思ってた。一年一人が現行生徒会を全員落としたってことに、すごいかっこよさを感じてた。本当にすごいって心から思ってた。でも、過半数取れなかった現生徒会メンバーのことを、少しだけかわいそうだなとは思っていた。次の全校集会、中村が新生徒会メンバーとして話をした。その時に、選挙がやり直しになるということを知った。どうやら先生にいろいろ言われたらしく、一応生徒会メンバーは6人以上はいなきゃいけないとか言ってた。中村は、そんなことは校則にはなかった。とかいろいろと先生への不満を語ってた。そして、たとえ何度やり直そうとも結果は同じだ。みたいなことを言って再選を約束してた。次の選挙は中村率いる4人で、現生徒会の会計2人、初期2人の枠を奪うということだった。中村の力を発揮するには、最低でも生徒会全体の3分の2が中村勢力でなくちゃダメらしい。で、投票時には会長には投票せず、過半数を切ることでの不信任を生徒にお願いしてた。そして、全校集会が終わったわけだが、なぜか俺が生徒会メンバーに立候補するよう中村に頼まれた。俺は断ったが、演説はしなくていい。ただ立つだけでいい。と言われたので結局立候補した。今度は中村は初期に立候補してた。ちなみに俺も初期な。もう2人は別のクラスのやつだったけど、パッと見コミュ障っぽかった。演説は一番初めに中村が行い、その後俺らは中村に同意とだけ言うスタイルだった。演説順はあいうえお順になるため、中村より名字の遅い俺を初期として選んだらしい。中村が先に演説するからこそ、俺らも中村に同意と言えるようになるわけだ。ちなみに、1回目会計に立候補したのも最後に演説がしたかったかららしい。中村かっけー。で、再び生徒会役員選挙だ。
結果、中村が生徒に呼びかけた通りになった。会長のみ不信任となって、会計書記の4人は中村派で占めることになった。中村は生徒会を乗っ取ってしまった。在任最終日に、不信任で生徒会にいられなくなった会長が泣いてたのは今でも覚えてる。いっち、中村のかかしかよ。その時はそれに気づいてなかった。多分中村に、俺が気の弱いイエスマンだって見抜かれてたんだと思う。他の二人もそんな感じのやつだったし。俺も何の因果か会長なんぞをやっているが、その選挙形態で中村の求めるものが実現しない生徒会なのか、やる気のある連中しか集まらなさそうだが。俺は最初の頃は何も考えずに中村支持してたから、そこまで考えてなかった。ただかっこよくて面白そうだから投票した。その程度の考えだった。そして俺は晴れて生徒会役員になった。生徒会に入ってしまえば、役職もそんなに強く縛られるようなものでもなかった。会計二人とは、趣味も愛よく喋るようになっていった。でも副会長二人は、女だったこともあって話も合わなかった。副会長二人は、中村が会長を辞めさせたってずっとぐちぐち言ってた。もちろん中村派の俺らとも不仲になってしまった。中村が生徒会に入って初めにやったことは、生徒会新聞を作るということだった。生徒会の活動内容を新聞にして掲示板に貼るっていう仕事。これには副会長2名も同意して、全会一致で生徒会新聞が作られることになった。新聞作成は意見を提示した中村がすることになったし、面倒でもないんだから賛成するわな。まあ、これに反対しても、3分の2を中村派が持ってるから無駄なわけだが。それから中村は毎週生徒会新聞を作り出した。生徒会の今のシステムというのをわかりやすく説明して、ネタとかも盛りだくさんで結構面白かった。先生批判のコーナーというのがあって、それが結構面白かったのを覚えてる。楽しそうだな。中村は生徒会活動に一生懸命だった。新聞を作りつつ活動もちゃんとしてた。まず生徒会のシステムの簡単化を始めた。俺らの学校には、生徒会執行部の上に生徒総会ってものがあった。でも、その生徒総会は形だけのものでほとんど機能してなくて、校長と執行部の間にあるクッション程度だった。生徒総会のメンバーは、生徒会のメンバーで構成されてるからあってもなくても同じで、その無駄を省くべく、生徒総会と生徒会執行部を統合しようってことになった。生徒総会にも本当に少ないが予算があって、実質その分は生徒会執行部の取り分になってた。予算配分については、今まで先生に出されたものをそのまま配分するだけだったが、中村の代から執行部が配分することになった。で、そういう生徒会の仕組みを生徒会新聞に載せてた。解説、生徒総会の無駄がね、みたいな記事で、生徒総会の予算を削ればその部分の金が浮いてくる。みんな賛成しよう、ってことだった。参考になるな。結局、先生に許可をもらって生徒会執行部は生徒総会に併合された。先生もそれぐらいならいいよってことで意外に簡単に承認された。でも、実はこれは中村の罠だった。生徒総会というのは、生徒会における最終決定機関だったんだ。今まで空気な存在だったから誰も気づかなかったけど、これはやばかった。執行部で可決。先生の許可。総会で可決。施行。って流れで進むんだが総会を抑えれば。総会。施行。といった感じ、先生の許可なしに校則を作れるようになるんだ。さらに生徒総会になったことで、選挙管理委員会も抑えることになった。今までは総会の下に、選挙管理委員と生徒会執行部が同意で存在してた。でも執行部が総会になったことで、生徒会の下に選挙管理委員を置く形になったんだ。つまり、生徒会は選挙を操作できる力も、新しい校則を作る力もできた。先生も生徒もこの時は誰も気づいてなかった。もちろん、こういったことは生徒会新聞には載らなかった。そうするうちに、副会長二人が生徒会を辞めた。女子ということもあってか、その二人は生徒会の空気に馴染めてなかった。その上中村が言ったことは全部可決されるのに対して、副会長の提案はほぼ否決されてたから、辞める気持ちはよくわかった。
結局中村が解任要求する形で、副会長二人は消えた。生徒会は6人いなければ成立しないと言われたが、それはもう過去の話。中村によって、生徒会は1人以上で成立するように変えられてたんだ。見てるよ。そして数日か経った頃、公約通り、外出許可証なしでの外出が可能になった。これで昼飯を外に食いに行けるようになった。これだけで中村はもう英雄扱いだった。クラスでもすごいすごい言われてた。俺も中村の仲間ということもあって、だいぶチヤホヤされた。それもあってか、俺のコミュ障もちょっとずつだが治ってきていた。でもこの頃になると、先生から中村が目をつけられ始めた。最初に文句を言ってきたのは生徒会の顧問だった。中村は非合法的な手段は何一つ使ってないと反論してた。副会長を辞めさせたことで、かなり先生は怒ってるらしかった。中村は先生に対して、ただ悪いことはしてないとだけ言っていた。そんなある日、中村が全校集会で話があると言って教壇に立った。なんとそこで顧問の批判を始めたんだ。顧問は私を生徒会から辞めさせようとしている。これは生徒の自治権の侵害であり、決して従うことはできない。みたいなことを言ってた。担任の先生がいる限り、公約の実行が難しいことを身振り手振り使って熱く語ってた。そして全校生徒に、生徒には先生への解職要求権があることを説明し始めた。生徒会員には先生を解職させられる力がある。生徒会員は執行部とは別物で、学校の生徒がほぼ強制的に入会させられる会の会員のこと。つまり、顧問の先生をクビにさせようぜって考えに、賛成してくれってことだった。結局、クビになるのを恐れて、顧問は自分から生徒会の顧問を辞めた。その後中村は、校則を変えて生徒総会は顧問不在でも成立することになった。また、その顧問の承認は生徒総会により決められることになった。つまり、生徒会は顧問なしでの活動が可能になったんだ。こうして1年後期の生徒会は終わった。おお。嵐のように過ぎ去ったな。中村のやりたいことは何なんだろう。2年前期は、中村が生徒会長になった。俺ら中村グループも引き続き副会長、初期、会計に当選した。前期同様、中村グループに属さない立候補者は過半数に満たず不信任となった。結局、メンバーは変わらずってことだ。生徒会も2年目となると、メンバーともかなり仲良くなってて土日も遊ぶ仲になってた。でも中村とはクラスも別になって、生徒会以外では会わなくなった。生徒会新聞は引き続き中村が書くことになった。ぶっちゃけ、初期だった俺はあんまり仕事した記憶がない。新しい生徒会が成立して数日後、去年の削った予算分から扇風機が置かれ始めた。中村は扇風機の設置を1年生から順番に配置することにした。2年で会長になったこともあって、中村はどんどんと校則を変え始めた。生徒会の権限は次々に生徒会長へと集約されていった。そして、選挙管理委員を廃止した。廃止については、全校生徒に投票させたが廃止は可決された。それもそのはず、生徒会新聞で前から中村は戦艦叩きを行っていた。戦艦の予算を削れたら扇風機の設置も早まるといったことを、面白おかしく記事にしてたんだ。怖いな、中村。面白おかしくってところがミソだよ。普通読まないような生徒会新聞をうまく読ませる。先生叩きもそうだし、雑学コーナーとか、安い店の紹介とか普通に面白いんだよ。しかも話がめちゃくちゃうまいから、話聞いてると中村がかっこよく正しく見えてくる。選挙管理委員の仕事は生徒総会が引き継ぐことになった。引き継いだのは仕事だけで、選管の要する権利までは引き継がなかった。でも、これで選挙の開票を行うのは生徒総会になった。つまり、中村が落選することはなくなったんだ。行動力もあって頭もいいな。人の上に立つべき人間だ。その後、中村は交通安全委員とかよくわからん委員会を潰し始めた。余った予算を使って扇風機を買った。削れる無駄は削るというのを建前に、いろんな委員会を潰して代わりに総会が仕事を請け負った。いいことは生徒会新聞に書くけど、自分に都合の悪いことは絶対に書かない。
こんなことしてても生徒はみんな支持してたんだよ。この頃になると、俺も中村を怖く感じるようになり始めていた。でも逆らえば生徒会を辞めさせられる。元ぼっちの俺は、生徒会以外に居場所はなかった。中村に逆らうなんてできなかった。他の二人も同じ気持ちみたいだった。中村にちょっとだが違和感を持ち始めていた。さすがに俺たちも気づいてたんだ。中村の独裁になり始めていることに。先生との対立も特になく、そんな感じで2年前期は終わった。2年後期、俺は落選した。俺だけじゃない。仲間二人も落選してた。当選したのは一人だけ。生徒会長、中村ただ一人だった。中村は多分、俺たちが中村のことを怖がり始めたのに気づいたんだと思う。反乱分子になる前に切られたんだろうな。戦艦のやってた仕事、回廊をするのは今や生徒会。票数操作なんてお手の物だった。選挙なんてただの飾り、結果は決まってる。全部中村の印象アップのための賞だったんだ。なるほど。落選したけど、俺ら三人のつながりは消えなかった。生徒会が今どうなってるのか知りたいという思いがあった。そこで中村に、生徒会員としての権利である、情報開示権を使って現状を見ようとした。この時、俺は初めて拘束というものを調べた。初めて、改めて中村の恐ろしさを知ったんだ。確かに悪いことは一つもやってなかったよ。でも、その情報開示権はすでに、中村に剥奪されて見ることは許されなかった。俺の高校では生徒は全員、生徒会員になる。そして生徒会員として生徒の権利を得られる仕組みだった。生徒としての権利ではなく、生徒会員としての権利というのがミソ。生徒の権利は保障されてない。そして生徒会員の権利は全て中村の思うがまま。もう手遅れだったことにその時気づいた。でも中村の恐ろしさを知ったところで、どうすることもできない。生徒会新聞の情報しか知らない一般生徒は、未だに中村を支持し続けてる。しかも中村は明るくて面白いクラスの人気者。歯向かうことなんかできるはずがなかった。支援。辞めた後、改めて生徒会新聞を見て気持ち悪さが目についた。パッと目について、なんとなく読ませるようにできてて本当にうまく作られてた。そして先生叩きの記事の意味もこの時気づいた。先生に対する不信感を根っこの部分にすり込むためだったんだ。生徒の総意として、生徒全員味方につけることで先生と戦えたんだと。そしてある日、ついに事件が起こった。生徒から一番嫌われる先生に対して、中村が解職要求を出した。そのことについては中村が全校集会で演説した。理由はいろいろ言っててよくわからないけど、生徒の敵だと言ってることはわかった。そして生徒の意思を問いたいと言って投票させた。その先生の目の前で。結果は解職賛成が多数。もうみんな完全に中村に無意識にコントロールされてた。先生は怒ったような、泣きそうなような顔して体育館から出て行った。生徒はみんなヘラヘラ笑ってた。むしろ俺らが先生を泣かせたぜ、みたいな一種の高揚感みたいのものに包まれてた。そして続けてあることについて是非が問われた。それは簡単に言えば、中村の総意は生徒の総意であると解釈して良いか否かということ。議決の時間が短縮できるとか、言い回しはすごくごまかしてたけど、結局はそういうことだった。結果はもちろん可決。自分で拘束を作れるのに、あえて全校集会でさせた。生徒全員と教師全員をその証人にさせたんだ。実質、生徒の権利は消えたも同然だったけど、それでも生徒は笑ってた。むしろ、権利が消えたことにすら気づいてない奴が多いって感じだった。すげえな。みんなちょっとした祭りに参加してる感じだったからな。先生までも辞めさせる俺らすげえってなってた。辞めさせようとしたのは実際は中村なんだけど、あえて生徒に投票させたことで、辞めさせたのは自分たち生徒の力だと錯覚させたんだよ。自分が権利を持ってるにもかかわらずあえて投票させるのと、新聞と演説での宣伝と引き込みは中村の常套手段だったよ。怖え。魔王って漫画思い出したわ。結局、その先生は辞めずに済んだが空気は一気に変わった。
中村は退職要求をちらつかせることで、先生に強気な態度で出れるようになった。授業中も先生は中村の顔色を伺ってた。でも中村の人が変わることはなかった。いつ見ても同じ、明るくて面白い、ちょっと変わった話しやすそうなやつって印象。偉そうにしようともしなかったし調子に乗ることもなかった。2学期の成績もかなり良かったという話も聞いた。そや中村には逆らえんだろうなって勝手に思った。実際成績良かったのかもしれんけど、その時の俺は中村のことを綺麗な目では見れなかった。そして冬休みが明けて3学期になった。やっと追いついた。中村こえー。ある日の全校集会、中村がまた先生に会食要求を出した。演説で言ってた話によると、生徒会の運営の妨げになるとか、そんなことを面白おかしく言ってた。まあどこまで本当なのか、今の俺は中村を信用してなかった。で、例によってまた全校生徒に投票させた。案の定結果は可決。可決と言っても、生徒には権利はないからただの意思確認なんだけど。その先生は若い女の先生だったこともあって、その結果見て泣き始めた。でも俺は内心安心してた。今までこういうことは何回かあったけど、中村は毎回その要求を引き下げた。会食要求は中村にとって自分の意見を通させる手段の一つで、辞めさせる気はないと踏んでた。でも違った。その次の日から、その先生は学校に来なくなった。そして数日後の全校集会で、学校を辞めたということを先生から聞いた。それを聞いて笑う生徒や、罪悪感持ってる生徒、どうでもいいと言った生徒、いろいろいた。でも少しだけどいたんだよ。俺たち生徒は、中村に利用されてることに気づいた奴が。でももう手遅れ。生徒総会の権利は全部中村が握ってる。選管も中村の手にある以上選挙で落とすことも不可能。俺はもう中村とは関わらずに、平和に過ごせればいいや程度に考えてた。でも、次の全校集会で驚くべきことが起こった。全校集会、全校生徒の前。突然中村が生徒会長を辞任した。多くの生徒が、え？って感じでびっくりしてた。俺もかなり本気でビビった。後で分かったことなんだが、いろいろ生徒会を使って、若い先生を辞めさせたことが親にバレたらしい。中村母も、学校に来て先生に謝ってたという話を聞いた。その後、その辞めた先生も復帰した。そして全校集会、生徒の前で中村がその先生に謝罪した。ふむ、結局中村のやりたいことは何だったんだろう。それが知りたいのもあって、3年に副会長になったけど、何が目的だったのかはわからなかった。でも生徒会長として君臨し、先生も逆らえないような体制にしたことは確かだから、何か目的があったとは思ってる。その後、中村と特に話すことはなかった。そして俺が3年になると、中村は引っ越しして転校した。空席になった生徒会には、1年ぶりに7人全員が席に着いた。無事、全員信任投票で当選できた。俺は副会長になった。3年は生徒会になることはできなかったけど、中村が校則を変えたおかげで、3年前期は生徒会にいられるようになった。俺が立候補したのは、中村がどんな風に校則を変えていったのか知りたかったからだ。中村からあんな仕打ちを受けたのに、元中村派の俺が当選するあたり、生徒は何も考えてないんだろうことを知った。ちなみに、元中村派だった二人も当選した。その後生徒会の校則を調べていくと、だいぶ改変されてることを知った。一年の持ってる学生証に書いてある校則と、俺の学生証に書いてある校則とじゃ別の学校レベル。一年の子は何も知らない感じだったから教えてあげた。ちなみにこの子は、俺の彼女になる子な。その後は何事もなく普通の生徒会で終わった。3月後期に入ると俺も生徒会を引退したが、103のことは話もよくあって、俺が告って付き合うことになった。中村は恐ろしいけど、中村がいなかったら、コミュ障克服して友達のたくさんいる俺はいなかった。俺はなんだかんだで中村に感謝してることに気がついた。校則を見るとこの校則を変更できるのは生徒会長かつ、副会長、書記、
会計が存在しない時だけと書いてあった。つまり、俺には校則を変える力はなかったけど、先生に相談したら後で直すとのことだった。生徒会新聞はそのまま続行することになったけど、初めの頃は先生のチェックが入った。新生徒会の7人は、結構仲良くすることができた。で、そのまま高校を卒業。当時はメールもなかったし、卒業後自然と彼女とは疎遠になった。その後、大学ではいわゆるリア充グループに入って、文化祭とか旅行とか楽しんで卒業、就職して働いて結婚して今に至ります。今にして思うと、中村のやってたことは学生運動の一つだったのではないかと思った。暴力じゃなく正攻法、自分の意見を通す。確かに中村は恐ろしい奴だがすごい奴だったのは確か。引き込まれる演説に洗脳力のある文章。人を引き込む才能は、本当に長けていたんだろう。未だに悪人とは思えないところが、俺がこういうのに騙されるところなのかもしれないな。今、中村はどこで何をしているのかは全く知りません。以上、俺が変人生徒会長と仲良くなった話を語ってやるでした。青春の感傷に浸りつつ落ちます。若いお前らも、20から30代のうちは、やりたいことをやっておけ。体が動く、すぐに回復するのは若い今のその時だけだ。若いということはそれだけで価値がある。失敗を恐れず挑戦しろ。コミュ障の俺でも慣れたんだからできる。ということです。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。きっとやります。え？何を？中村さん、今どこで何をしていますか？イッチはあなたに感謝してますよ。いつぐらいの話だ？ギリ平成くらいのあたりか？昭和末期です。生徒たちの力を使って教師を辞めさせたことはある。英雄になった気分だったよ。謎の高揚感があるよな。今でも、あの校則はちゃんと元に戻ったのか気になることがある。先生は、後で先生たちで直すと言っていたけどどうなんだろう。全権が会長にあるからこそ、会長がまともだったら何にも害なく生徒会運営できるんだよな。俺らの代が実際そうだったし。中村怖すぎはロタ。親にバレてなかったらどうなってたんだろ。しかし、すごい話だ。その頃、私は海岸近くの住宅工事を請け負ってました。季節は7月初旬で、昼休みには海岸で弁当を食うのが日課でした。初めは一人で食べに行ってましたが、途中から、仲良くなった同年代の下請け職人も誘って、一緒に食べに行くようになりました。いつものように海岸に行くと、普段は人気のない海岸ですが、その日は、10から12歳ぐらいの子供が4人ほど、波打ち際で遊んでました。ちなみにここの海は遊泳禁止となってはいましたが、私も子供の頃は、ここで仲間と泳いだりしたこともあったので、特に気にもしませんでした。その日も海岸で弁当を食おうかと思っていたら、A 君が。今日は日差しが強くて暑いから、現場内の日陰で食おうぜ。と言ってきたので、まあ確かにその日は特に日差しが強くて、外で食うには暑すぎると思って、その場を去りました。現場内の日陰で弁当を食べていると、何やら外が騒がしい。パトカーやヘリが飛んでる音も聞こえる。なんだろか、と思って、外を見に行こうと A を誘いました。ああ、俺はやめとく。私は外が気になって仕方がないので、A は置いて、他の職人さんたちと一緒にヤジ馬に行きました。どうやら人だかりができているのは、いつも私が A と飯を食っていた海岸でした。すでに集まっていたヤジ馬に話を聞いてみると、海で遊んでいた子供が一人、波に飲まれて行方不明だと。確かに、さっきまで海岸で遊んでいた子供の数が、一人減っていました。私は後悔しました。いつも通りこの海岸で弁当を食べていれば、波に飲まれた子供をいち早く発見できたし、泳ぎにも自信がありましたので、もしかしたら助けることもできたのではないかと。少し後ろめたい気分になって、A のところまで戻り、A に海岸でのことを話しました。今日もあそこで飯食ってたら、俺らが何かできたかもしれないよな、と私が言うと、A が。ははは、無理だって。だから俺は、今日あそこで飯食うの嫌だったんよ。
私は意味がわからなかったので、A に詳しく話を聞いてみると。あそこって遊泳禁止なだけあって、いろいろとあるわけで、こんなこと言うからって変な目で見ないでほしいんだけど、いろいろとあるわけよ。お前はそっち系には疎いみたいだから、言わないでおいたんだけど、現場の中で弁当食った方が涼しいのに、なんでお前は毎日海岸で弁当食べたがったの？そや、海見ながら外で飯食った方がうまいと思って。その割にはお前は、毎日熱い熱い言いながら弁当食って、弁当食い終わったらすぐに事務所戻って涼んでただろ？そう言われると確かに、海岸で弁当食い始めたきっかけは、海見ながら食べた方が気持ちいいと思ったのですが、二日目以降は、なんであんなに日陰もないクソ暑い場所で、弁当を食い続けてたのか、我ながら不思議に思いました。あいつらの狙いは初めからお前で、ずっとお前は、あいつらに呼ばれてたんだよ。A は初めて現場で私に会った時も、私が、海にいるあいつらから誘われてるのを感じていたらしい。とは言っても、そんなことを初対面、しかも、元請けの監督に真顔で話してもバカにされるし、下手したら追い出されるだけなので、毎日弁当に付き合って監視してたらしい。A は私が、あいつらに誘われてるのは分かっていたけど、なかなか、そのあいつらの姿を A も見ることはできなかった。どうやら霊の方は、一方的に私に意識チャンネルみたいなものを合わせ、もっと波際まで引き寄せたがっているらしかったのですが、肝心の私が鈍すぎて手こずってたらしい。だからあいつらは、お前の目の前で、子供を海に引き込もうとしたわけだ。あいつらからしたら、子供の方が頭が固いお前と違って誘いやすいしな。そうすれば、お前が子供を助けに、海に入ってくることを知ってたんだな。あいつらは、まあ俺が邪魔したから、子供が身代わりになっちゃったわけだけど。今日は、あいつらとぴったり波長が合う子供が遊びに来たせいか、今日は俺の目にも、はっきりあいつらが見えたよ。俺がお前を海岸から連れ戻した時の奴らの雰囲気は、俺もちょっと怖かったよ。本命のお前を連れ戻されて怒ったのかな。と、A が笑いながら話してくれました。って、そこまでわかってて、なんで遊んでた子供を放置したのかと A に問いただすと。お前は誘われてるくせに何も感じないから、そんなこと言えるんだよ。子供らが遊んでた場所は、完全にあいつらの領域入ってたし、お前だってあれが見えるなら絶対近づけないし、関わり持とうなんて思えないって。お前を海岸から現場内に連れ戻しただけでも、俺って勇気あるな、偉いなーって思ったよ。ほんとすごかったよ、奴らの恨めしそうな顔。映画言うには、見えない、感じない人は、無意識に誘われてることがあると言ってました。また、誘われてることにも気がつかないらしい。だから逆に、見える、感じる人は、危ない場所には下手に近づかないらしい。お前だって、道路で子供が、刃物持ってる男に追いかけられてたら、身を挺して阻止できるか？普通できないよな。それは、関わった後の面倒を知ってるからだ。それと一緒で、俺も見えたからって、人助けするほどお人よしじゃない。相手が人間なら通報することはできるだろうけど、相手がこの世のものじゃなかったら、警察も相手してくれないし。まあ面倒ことに巻き込まれるのはごめんだよ。でも、〇〇くんとは気があったし、知らん顔して何かあっても気分悪いからね。この水難事故は、夕方のニュースでもちらっと流れました。私は夜中に気になって、海岸まで車で見に行きました。まだヘリは海岸沿いを飛び回り、たくさんの人が明かりを持って海岸を捜索してました。自分では、お人よしじゃない。と言っていた A でしたが、彼は去年の秋に、川で溺れてる子供を助けて、自分だけ行ってしまいました。二度目は見て見ぬふりはできなかったのかな。これは、私の祖母が実際に体験した話です。幼い頃に母から聞かされた時は、背筋がゾッとしたのを覚えています。前置きですが、当時、祖父と祖母は別々の寝室で寝ておりました。ある日の朝、祖母が祖父に、最近変な夢を見る。と打ち明けたそうです。祖父がどんな夢かと尋ねると、寝ていると、何人かの人に髪の毛を踏まれる。と言います。そしてその足は、祖母の体をかたどるようにして、ぴったりとくっつきながら歩くのだそうです。また、
その中の何人かは頭周辺に留まり、執拗に髪の毛を踏むため、痛さは感じないものの非常に不愉快な気分になるのだそうです。気味の悪い話だと思いながらも祖父は、所詮夢だ、あまり気にするな。疲れているんだろう。と、祖母の日頃の疲れを気遣う言葉を言ったのみ、その後は特に耳を傾けなかったそうです。そうして何日か経ったある日、祖母が真剣な顔をして祖父に言いました。どうも夢ではない気がする。祖父は、まだ言っているのか。と内心興味は薄かったものの、祖母の真剣な顔を見て、どうしてそう思うんだ？と尋ねました。すると祖母は話し出したそうです。この前話した話には続きがあってね。髪の毛を足に踏まれるっていう話、あれだけじゃないんですよ。あれだけじゃないって？実はね、髪の毛を踏まれた後に、必ず部屋の押し入れの襖が開くんです。吸うって。ほう。そしたら、上から降ってくるんですよ、バサって。降る？降るって何がだ？巫女さんですよ。祖父は正直、驚いて黙ってしまったらしいです。巫女さんが降ってくるなんて話、いくらなんでも夢としか考えられなかったからです。それなのに、それを夢ではない気がすると真剣に話す祖母を見て、すぐに心配する気持ちになったと言います。ノイローゼにでもなってしまったのではないかと、本気で思ったそうです。そんな祖父の気持ちを察してか祖母は、私はおかしくなってなんかいませんよ。ちゃんと現実かどうか確かめましたから。というのです。祖母の話によると、押し入れの襖が開くと、上から巫女さんが降ってくるのだそうです。そして暗闇の中、長い黒髪を振りほどいて上下に激しく振るらしいのです。あまりに激しく振るため、静まり返った部屋の中には、ゆさゆさと髪の毛が揺れ動く音が不気味に響き、顔を見てトローにも大量の長い髪の毛と激しい揺れ、もちろん暗闇のせいもあり、男女の判別すらつかないほどなのだとか。ただ、巫女さんが着るような、白に赤の袴姿をしていることから、女の人なんだろうな、と思ったそうです。はじめは夢だと思っていた祖母も、何日も、同じような光景を見ることに疑問を感じるようになり、ある行動をとります。巫女さんの降ってくる押し入れの襖をぴったりと締め切り、その際に紙切れを一枚挟みます。自分の寝ている間に誰かが襖を開け閉めすれば、この紙切れは当然床に落ちるはずです。そしてもう一つ、この夢のことを話したある友達に、騙されたと思って持っておきなさい。と言われて手渡されたお守りを、枕元に置いて眠ることにしました。そして眠りについたところ、祖母はあの不気味な音で目を覚ますことになります。あ、やっぱり来た。そう思って押し入れの方を見ると、そこには巫女さんがおり、いつものように髪を振り乱しているのです。何をされるわけでもないのですが、その瞬間から無性に恐怖を感じた祖母は、手と手を合わせ必死に謝ったそうです。何に謝ったんだと突っ込むところなのかもしれませんが、同じ状況を想像したら、祖母の取った行動はごく自然なのかもしれないとも思いました。そうしている間に、祖母はそのまま気を失い、定かではないようですが、記憶がないそうです。いつものように目覚めを迎えたそうです。押し入れの襖に挟んでおいた紙切れですが、黄色く風化したようになってそこにあったそうです。開け閉めした形跡はないけれど、まるで何年も昔の髪のようになっていたようで。この方が気味が悪いわよね。と言って、祖父に見せたらしいです。また、祖母が最も気持ち悪いと話すのは、お守りの効果でした。お守りを枕元に置いて寝た途端、体の周りを這い回る足の夢を見なくなった。もっと言えば、きっとその存在が周りから消えていたのだと。それはつまり霊的な何かで、その何かに友人からもらったお守りが、効いているのだというのです。考えすぎとも捉えられますが、その時は祖母なりの必死な思いだったのでしょう。祖父もその話を聞き、あまり邪険にもしていられない。もしかしてもしかすると、ただごとではないのかもしれない。と思ったそうで、その夜、祖母と同じ部屋で寝ることにしたそうです。次の朝、目覚めた祖父は、祖母に、全く同じ夢を見た。と言います。
おそらく、祖父の中ではまだ信じがたい思いがあり、それを夢だと言ったのですが、実際はひどく怯えていたようで、お守りをくれた友人に二人で相談することにしました。すると、話を聞いた祖母の友人は、お守りだけでは足りない。その足と巫女は全く別のものかもしれないから、ちゃんと見てもらった方がいい。この話を聞き、いよいよ怖くなった祖父と祖母は、友人の勧めるお寺に行き、お祓いをしてもらうことになったそうなのですが、実際、巫女は人についているものではなかったそうで。押し入れから出てくるのであれば、そこに何か問題があるのではないか。という見解でした。問題の押し入れは、知り合いの大工さんに修築を頼んだものだったそうなのですが、今回の現象をお話しした上で、何か知らないかと質問したところ、顔を真っ青にして謝罪してきたそうです。話を聞いたところによると、押し入れの、襖の枠の部分に使用された桜の木が、どうやらいわくつきのものだったようです。簡単にしか聞いていないのですが、どうやら昔、巫女さんが首吊り自殺をした木を、そのまま木材として使用していたようです。そういうリスクのある木材は、格安で、あるルートに出回ることがあるのだとか。知り合いということもあり、あちら側も非常に申し訳ないという態度だったことから、この件に関しては穏便に解決に至ったそうです。費用の半分は、返却してもらったそうですが。そして、取り外した桜の木は、お寺に持って行きお祓いをしてもらったそうです。それからは何事もなく、今に至っております。巫女さんと足の関係は、結局わからずしまいだったそうです。巫女さんが何かを伝えたかったのかもわかりません。これは俺が小学校6年の時に、同じクラスの S っていうやつとの間に起こった出来事です。こいつはいつも挙動不審で、わけのわからないやつだった。授業中はいつも寝ていて、給食だけ食べていつも帰っているだけ、という感じだった。もちろんクラスではバカにされていたし、俺もバカにしていた。今にして思えば、軽い知的障害があったのかもしれない。小学校の3年か4年の頃も一緒のクラスで、この S も含めて数人で、鬼ごっこをやったことが一度あった。チャイムが鳴った後に椅子に座ったら終了、というルールだった。つまり、チャイムが鳴った後に、鬼を残して全員が席に着いたら鬼が負けということだ。最初は俺がじゃんけんに負けて鬼になった。S は一人だけとぼとぼ歩いていたので、すぐに S にタッチした。S は鬼になっても走らないでとぼとぼ歩いていた。チャイムが鳴ってもそれは変わらなかった。チャイムが鳴ると、みんな一斉に教室に向かい自分の席に着いた。S 以外は全員自分の席に着いた。あいつ、追いかけてこないからつまんねえな。あいつなんなんだよ。などと、みんなで S の文句を言っていた。間もなくして S は教室に入ってきた。なぜか泣いている風に見えた。S は椅子に座っている俺にまっすぐ向かってきた。そしてあろうことか、俺に殴りかかってきた。どうやら、椅子から無理やり立たせようとしてきたのだった。それとほぼ同時に、担任が教室に入ってきたので、そのまま喧嘩にもならないまま終わってしまった。S のやった行動は、クラスのやつが全員見ていたので、S と遊ぶやつはもちろん、話すやつもいなくなってしまった。そして、S の半径5メートル以内に近づかないゲーム、というのがクラスで流行り出した。これは S と同じクラスの間中ずっと続いた。そういえば、S が授業中に寝るようになったのも、この頃からだったような気がする。小学校6年の7月くらいに、席替えで S と同じ班になった。これは、狭い会議室を一緒に掃除することを意味していた。さすがに近づかないゲームは終わっていたが、関わりたくなかった。この会議室は、先生が見ていない場所なので、誰も真面目に掃除をする者がいないところだった。俺は手のひらの上にほうきを乗せて、バランスをとって遊んでいた。他の奴らも、適当にほうきを振り回して時間を潰していた。S だけがクソ真面目に掃除していた。掃除の終わりを告げるチャイムが鳴った。みんなそれと同時にほうきを掃除箱に放り込んで、逃げるように会議室を出て行った。俺は、ほうきでバランスを取る遊びの途中だったので、バランスを崩して終わったらほうきをしまおうと思っていた。俺はバランスを崩しゲームが終わった時、
会議室に S と二人きりということに気づいたので、すぐに放棄をしまって教室から出ようと思った。そして同時に、しまった、と思った。S が掃除箱の前で仁王立ちしているのだった。今思えば、ほうきをその辺にほっぽり出して、教室から出ればよかったのだが、ほうきが出ていると怒られると思ったので、S に言った。そこ、邪魔だからどけよ。S は言った。あの時、ダッチされてない。そう言うと、猛ダッシュで S は俺から逃げていった。教室に帰ってからも、S は追いかけてもいないのに俺から勝手に逃げ回っていた。自分の椅子に座ると、S はニヤニヤして勝ち誇った顔で俺を見てきた。あの時の続きをやっているのだろうか?そしてこれは、この日から毎日続いた。最初は呆れていたし、相手にしていなかったが、前に突然殴られた時、やり返していなかったことなどもあってか、すごくムカつくようになった。しかし、タッチでもしようものなら、このバカと鬼ごっこをすることになると思ったのでこらえた。相手にしなければ勝手にやめると思っていたが、S の行動はエスカレートしていった。トイレに行くのにも S に座ったまま、引きずりながら行くようになったのだ。そして勝ち誇った顔で俺を見てきた。俺は S がムカついてしょうがなくなっていた。そして俺はあることを思いついた。終了式の日に俺がタッチして逃げれば、学校が始まるまであいつはずっと鬼になるのだから、ものすごく悔しがるに違いないと思ったのだ。もちろん S は俺の住んでいるところを知らないし、教えてくれる友達もいない。相変わらず S は俺から逃げ回っていたが、タッチされた時の悔しがる様が想像できて、逆に笑えるようになってきた。そして、とうとう終了式の日がやってきた。俺は、S が運動靴に履き替えるために上履きを脱いだ時に、タッチして逃げる。という作戦を立てていた。終了式が終わり、帰りの会も終わった。俺は S を相手にしていないふりをして、そそくさと教室を出た。S はバカなので、学校で使う道具をこまめに持って帰っていなかったので、S の机だけ荷物がすごいことになっていた。俺は逃げやすいように、手ぶらで済むようにしていた。俺は運動靴を履いて隠れて、S が来るのをワクワクしながら待った。30分くらいして、パンパンのランドセルを背負った S が、荷物を引きずりながら歩いてきた。S が上履きを脱いだ。俺はその瞬間、後ろから S の頭を思いっきり叩いて、タッチいい、と肉肉しい声で言って、その場から全速力で逃げた。S は、想像以上のものすごい反応をした。おーおー。とものすごい大声で叫んだのだ。俺は笑いながら走った。必死で悔しがりながら走ってくる S を見てやろうと、振り返った。この時は、あの大荷物じゃ、走って追いかけてきてないかもしれねえ、つまんねえの、などと思っていた。しかし、S は靴下のまま、荷物もほっぽり出して俺を追いかけてきていた。S の必死さに俺は大笑いしながら走った。S は、殺す、呪う、待て。お、ものすごい声で叫んでいた。最後の方は、喉が変になっているのに無理やり出しているような声だった。俺は家に帰ってからも笑いが止まらなかった。ああ、せいせいした、と心から思った。夕方頃、家でテレビを見ていると、という、人間とは思えないような声が聞こえた。S が、殺す、と言っている声だと直感的に感じ、冷や汗が出てきた。あいつ、まだ探してるのかよ。俺、見つかったらどうなるんだよ。その日の夜、家に緊急電話連絡網が回ってきた。S が死んだからだ。トラックにはねられたらしい。後で知ったことだが、信号を無視して道路に飛び出してきたらしい。そして靴を履いておらず、足の裏と喉がズタズタだったそうだ。そして S が事故に遭った時間は、ちょうど俺があの声を聞いた時間だった。S が大荷物で教室から出てくるのが遅いせいか、俺が関わっていることは誰にもバレなかった。もしかしたら死ぬ直前まで、S は叫びながら走り続けていたのかもしれない。あの不気味な声だけで終われば、どんなに幸せだったことか。その夜、S が死んだ日に聞いたあの声が聞こえてきた。今度は追いかけられる番なのかもしれないと思った。それからというもの、俺は毎日椅子に座って過ごしている。椅子に座っていれば安全かもしれない、と思っているからだ。今は、まるであの時の S の真似をしているような生活をしている。椅子に座って寝ている様など、
授業中に寝ていた S そのものだ。今では S のように、他人が突然追いかけてくるように思えて、近づくことができない。また、半径5メートル以内に近づけないゲームをやることになるとは、なんという皮肉だろう。小4の時の話。 T ちゃんのお姉さんは中学生で、首に腫瘍ができるとかいう、小4にはよくわからない難しい病気で入退院を繰り返していた。家に遊びに行くとたまにお姉さんもいて、こんにちは、くらいは話したことがあった。髪が長くて、いつもなんだか顔色が悪く、喉の少し下がぼっこりと膨らんでいたのを覚えている。そのうち、T ちゃんがクラスでいじめられるというか、特別視されて孤立していくようになった。二人組を作るとあぶれてしまう、みたいな。悪い噂で。T ちゃんもそのうちお姉さんみたいに、首に気持ち悪いコブができてくるらしいよ。とか。T ちゃんのお父さんもお母さんも、首に気持ち悪いコブがあるらしいよ。気持ち悪いね。とか。T ちゃんと仲の良かった私は、お母さんにも会ったことがあったし、そんなことないのは知っていたけど、お姉さんの様子は確かに小4の私にはちょっと怖い、気味の悪い感じだったので、周りに合わせて少し T ちゃんから引いていた。ある日、T ちゃんから、新しいゲームを買ったからうちに来ない?と誘われた。T ちゃんと遊ぶのは久しぶりだったが、お姉さんのこととか、クラスの子に見られたらどうしようとか考えて、とためらったが、T ちゃんのことが嫌いなわけではないので行くことにした。T ちゃんと新しいゲームをしておやつを食べて、楽しく遊んだ。トイレに行きたくなり、T ちゃん、おトイレ貸してね。T ちゃんの部屋は2階にあり、トイレは1階の玄関前。何度か借りたことがあったから知っていた。用を足して T ちゃんの部屋に戻ろうとした時、玄関の前にお姉さんがいた。あ、こんにちは。お姉さんはいつものように少し顔色が悪く、けどいつも通りに。こんにちは。部屋に戻ろうとすると、珍しくお姉さんが私の名前を呼んだ。M ちゃん。はい。T といつも遊んでくれて、ありがとうね。T は大事な妹だから。あ、はい。そんな会話をして部屋に戻った。戻ると T ちゃんがゲームですごい点数を出していて、お姉さんのこととかすっかり忘れてゲームに夢中になった。門限まで遊んで家に帰り、夕飯を食べ、寝る支度をしていた時、家の電話が鳴り、母が出た。あら、こんばんは、今日は M がお邪魔したそうで。T ちゃんのお母さんらしい。まあ、まあそんな、まさか。母の声で何かがあったことが伺えた。そうですか。ご愁傷様でございます。ご愁傷様?誰か亡くなった時に使う言葉だよね。お姉さん病気だったから、亡くなったのかな。なんて適当に想像して母を見てた。電話を切って母が教えてくれた。M、よく聞いてね。あのね、T ちゃんが、亡くなったって。え?T ちゃんが?さっき事故で、病院に運ばれたけど間に合わなかったって。え、嘘、だって今日遊んだよ。なんで事故? H ちゃんの具合が悪くて、お母さんは一日病院で付き添ってたんだって。後から聞いた情報も交えて書きます。お父さんは仕事で遅くなるし、お母さんはお姉さんに付き添わなくてはならず、お母さんは T ちゃんに電話をして、夕飯はコンビニに買いに行くように話したそう。T ちゃんは一人で待つ寂しさからか、今日私と遊んだことを。すごく楽しかったんだよ。とお母さんに何度も言っていたそう。電話を切って、お母さんに言われた通り自転車でコンビニに行く途中、事故に遭った。救急車でお姉さんの入院している、お母さんのいる病院に運ばれたけど、もう救急車の中で息がなかったとか。ショックで私も母も号泣してしまった。さっきまで楽しく遊んだ T ちゃん。もう死んじゃったなんて。と、その晩は、うとうとはするものの眠れないままでいた。今日 T ちゃんと遊んだ時に話したこととか、一緒に食べたおやつのこととかいろいろ考えていて、気がついたんだ。お姉さん、入院していた?お姉さん、確か家にいたよね。話したよね。あの後、具合が悪くなったのかな。と、考えた。
なんだか怖くて寒気がし、一晩眠れず、私は翌朝熱を出して学校を休んだ。Tちゃんのお通夜はその次の日の夕方だった。私は熱も下がり、母とお通夜に参列した。涙が止まらなかった。学校でTちゃんの陰口を言っていた子も、先生もみんな泣いていた。Tちゃんのお母さんは、泣きながらも私を見つけるとそばまで来て。M ちゃん、ありがとう。Tね、すごく楽しかったって電話で言ってたのよ。最後に楽しい思い出をくれてありがとうね。その次の日、Tちゃんはお骨になってしまった。一週間くらいして、またTちゃんのお母さんから電話があった。今度はお姉さんが、息を引き取ったと。母と、Tちゃんのお姉さんの葬儀に参列した。うちの母も、立て続けに娘を二人失ったTちゃんのお母さんを思い、できる限り手伝おう、と葬儀の受付とかを手伝っていた。その後しばらく経って、Tちゃんのお母さんからまた電話があった。離婚をして、実家に帰るため、家を処分するんだとか。その前にお世話になった、うちの母と私に挨拶をしたい、と。家に行くと、玄関やリビングはもうすっかり片付いていた。お母さんといろいろ話した。お姉さんは、Tちゃんが事故に遭う数日前から入院し、もう長くはないと医者に言われていたんだとか。もしかして一人で行くのが嫌だった H が、Tを先に行かせたのかしら。と Tちゃんのお母さんが言った。ゾッとした。そういえばあの日、この家で、入院していたはずのお姉さんに会ったのだ。大事な妹だから。大事な妹だから、連れて行ったのだろうか。Tちゃんのお母さんは、もういらないから。と、あの日遊んだ新しいゲームとその他のソフトを、もらってくれないか。と私に言った。うちの母も、もらってあげたら供養になるよ、もらいなさい。と、言われるがままもらうことになった。家に帰り、ゲームソフトを眺めていた。四角いプラスチックのカゴに入った、8本のゲームソフト。Tちゃんと遊んだ新しいゲームソフトもあった。遊んだことのないやつも2つあった。どんなゲームだろう、と後ろを見たりして開けてみる。すると、4つに折りたたんだ紙が出てきた。広げてみると、そこにはこんなことが書いてあった。以下、原文まま。お姉ちゃんばっかりずるい、お母さんはお姉ちゃんばっかり。私はいなくてもいい子なんだね。いなくなっちゃおうかな。お姉ちゃんのせいで学校でも友達がいない。M ちゃんだけが友達。お姉ちゃんのせい。お姉ちゃんのせい。お姉ちゃんなんて病気で早く死んじゃえばいい。早く死んじゃえ、バカ H。その紙の間にもう一つ、紙が入っていた。白い紙を人型に切り、顔に広み、体中に赤いペンで。死ね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 。思わず悲鳴を上げた私にびっくりして母が来て、それを見た。母の目に涙が溢れて、私にこう言った。Tちゃんは、寂しかったんだね。お母さんは病気のお姉さんにかかりきりで。あんたはいいことしたんだよ。寂しかったTちゃんと遊んであげて、仲良くしたんだから。その手紙はTちゃんのお母さんには辛いものだろうから、内緒にすることと、母も私もこの手紙を燃やして忘れよう、ということになった。そして、見たくもなくなったそのゲームソフトをしまい、何年も経った去年、私は大学に通うため一人暮らしをすることになった。部屋を片付けて荷造りをしていると、あのゲームソフトが出てきた。あんなことがあったなぁ、と思い出し、処分する前にTちゃんを思い出そう、とゲームソフトを見始めた。懐かしいな。いろいろ見ていると、あの時開けなかった、遊んだことのないもう一つのソフトが目についた。何気なく手に取り、開けてみた。白い四つ折りの紙が出てきた。デジャブのような感覚に陥り、私は紙を開いた。以下、原文まま。最近 M のやつが私に冷たくなった。M だけが私の友達だと思っていたのに。M とはずっと友達だと思っていたのに。どうしたらまた M と友達になれるだろう。今度出る新しいゲームソフトを買ったらまた遊んでくれるかな。それにしても M のやつ、ムカつく。他の子と仲良くしてんじゃねえよ。あいつもお母さんと同じ。私がいなくてもいいんだ。悲しい。折りたたんだ人型に切り抜いた紙も出てきた。恐る恐る開いてみる。顔のところに、M。体のところには、二十歳の誕生日に、死ね。
私は来月、20歳になる。実はです。ビビっています。誰か助けて。以前住んでたマンションの一室。場所ははっきり書けないけれど、大雑把に言うなら、新宿、渋谷とも徒歩で行ける場所。駅は2路線しようか、歩いて5分もかからない。周辺は閑静な住宅街、しかも、緩やかな丘の上に立つ、5階建てマンションの最上階。眺望は抜群で、赤坂あたりまで一望できる。間取りは 2DK。日当たり良好な大きな窓に、結構広いベランダ。屋上は出入り自由で、夜になるとまるでデートスポットさながらの夜景が見れた。そんな高立地にもかかわらず、家賃は相場よりも5万ほど安い。好条件に目がくらんで速攻契約したのはいいが。おかしなことは、入居から1ヶ月も経たない頃から起こり始めた。一室を寝室、もう一室は、仕事場兼リビングとして使っていた。仕事をするのは主に夜。夕方から仕事に取り掛かり、気がつけばすっかり日も落ちていた。すでにディスプレイの光がぼんやりと部屋を照らすだけになっていた。まあ、いいや。自分以外には誰もいない。不便に感じることもないし、何より節約になる。と、そのまま薄暗い部屋の中、作業を続けることにした。それから何分経っただろう。夢中になりすぎて時間の感覚さえない。肩が凝ってきたので、大きく伸びを一つした。その瞬間、全身総毛だった。誰もいないはずの寝室から音が聞こえる。いやいや、そんなはずはない。ただの聞き間違えだ。なぜなら、この部屋には、隣人の部屋や上の階なんてものはないから、自分以外に音を立てられるはずはない。しかも鉄筋コンクリートのマンションで、こんなに音が漏れることはなかろう。仕事疲れで空耳まで聞こえるようになったか？そう思い、部屋の明かりをつけ、少し休憩することにした。寝室と仕事場をつなぐドアは、開け放たれていたため、明かりが寝室に漏れている。でもなぜか確認するのが怖かった。空耳だと思うよう努めたが、今思うとあの音は、やはりはっきり聞こえたように感じるからだ。こんな都会なら、もしかすると、外から部屋の暗さに目をつけた空き巣かもしれない。鉢合わせになって殺されでもしたらたまったもんじゃない。どうしよう。この後の行動をどうしようか思案に暮れていたら、相当時間が経っていた。そうこうしているうちにだいぶ気持ちが落ち着いてきた。鍵はしっかり閉めていたし、第一ここは5階だ。侵入する手間を考えてみれば、空き巣だってこんなところを狙うはずはないだろう。あらぬ心配でガタガタ震えていた自分がバカみたいだ。時計を見たら12時を過ぎていた。そういえば次の日は火曜日。朝1でクライアントと打ち合わせだ。作業もキレのいいところまで進んだし、休憩と言わずこのまま眠ることにした。不意に目が覚めた。眠り始めてどれくらい経っただろうか。枕元の時計を見ると、午前2時を回った頃だった。やばいな、結構目が冴えてる。明日早いのに、このまま眠れなくなったらどうしよう。ため息をつきながら、壁際に向いた体を、くるりと部屋の方に向かって寝返りを打った。ちょっと待って。今の、なんだ？足元の方に、天井から何かぶら下がってる。天井の板が剥がれた？いやいや、天井、コンクリートだし。全身から汗が吹き出た。心臓が口から飛び出しそうだ。夜のあの音といい。この部屋、誰かいる？でも、寝る前は誰もいないのを確認したし、引っ越したばかりのこんながらんとした部屋に、隠れる場所なんてどこにもない。じゃあ、何？見たくない、怖くて見れない。でも、このままじゃ不安でいても立ってもいられない。恐怖を押し殺し、布団の端からあれを覗き見た。何もない。やはり見間違いだったようだ。よくある、木金縛りの時に見ると言われる、幻覚だったようだ。しかし、その夜は興奮しすぎたためか、一向に眠くなることはなかった。打ち合わせには、寝不足の真っ赤な目をして向かうことになった。それからしばらくあのドキドキ体験は一度もなかった。ただ気になることといえば、なんとなく部屋の中が生臭い。常に匂うというわけでもなく、不意に匂ってくることがある。まあ、下水かなんかの匂いだろう。
あまりひどくなるようなら、管理会社に電話してみよう。丸1ヶ月経った。次の日の火曜は、寝不足で挑んだ、打ち合わせ先のクライアントと会うことになっている。ここの担当者の都合で、打ち合わせは毎月最終火曜日という約束になっている。打ち合わせで使う資料を、その日のうちにまとめておかなければならなかった。夜半には終わるはずの資料作りが、作業途中のフリーズで、完了が伸び伸びになっていた。気がつけばそろそろ日付も変わろうかという時間。前回の寝不足目のことを考えると、こんな時間まで作業しなければならないことが焦りになり、食事も抜きで作業に没頭していた。しかし、この間の微妙に怖い体験を機に、夜は必ず電気をつけるようにしていた。え？またあの音だ。今度は間違えない。絶対に寝室で音がしている。手が震え始めた。仕事どころの騒ぎじゃない。電気もつけているし、空き巣なわけがない。でも、確実に誰かいる。恐怖でたまらず、部屋の鍵と携帯を取り、そのまま駆け足で外に出た。大急ぎで1階まで降り、震える手で、ようやく近所に住む友達に電話した。もしもし。私、〇〇だけど。音がしたんだよ。寝てる部屋から音がしたんだよ。どうしたの？そんなテンパった声出して。音って言われても、何がなんだかわかんないよ。とりあえず落ち着いてよ。家に私しかいないのに、音が聞こえたんだよ。この間も、今日も。聞き間違いじゃないよ。先月も同じことがあったんだよ。ちょっと待ってよ。泥棒じゃないの？鍵ちゃんと閉めてるの？確かめた。この間も同じ目にあったから、確実に閉めたよ。てか、誰も入れないはずだって。大丈夫？普通じゃないよ、焦りっぷりが。ちょっと待ってなよ。今、新宿にいるから、宅って〇〇の家まで行くからさ。10分以内で着くから、それまでコンビニにでも避難してなよ。わかったー、お願い。怖いよ。早く来てー。電話を切った後、一目散で近所のコンビニに駆け込んだ。震えが止まらない。誰もいないとすれば。まさか、幽霊？あれほどまで、誰も部屋に入り得ないと確認し尽くした後では、そうとしか考えられなかった。恐怖の想像は限りなく広がった。あのクライアントの打ち合わせの前の日だから、2回とも最終月曜の夜だ。時間もほぼ同じ。何？一体何？半泣きになっているところに、先ほどの友達から到着の知らせが、私のいるコンビニまで迎えに来てくれた。尻滅裂ながら、ことの顛末を友達に話す。尋常でない私の怯え方を見て、友達もあながち空耳でもなかろうと思ったようだ。あまりの震えようで、コンビニの店員も怪訝そうな目で見ている。とりあえず、二人で近場のファミレスへ行くことにした。で、夜中に何かぶら下がってたの？うん。見間違いかもしれないけど、今考えてもはっきり見たような気がするんだよ。寝ぼけてたんじゃなくて？かもしれない。でも、こう続くと気のせいでもないような。まさか。じゃ、確かめに行く？またぶら下がってるかもよ。なんてこと言うんだよ。怖いよ、またいたら、確実に心臓止まるよ。でも、このままじゃ家帰れないじゃん。確かめて何もいなかったら、見間違えってことで片付くでしょ。私、幽霊とか信じないから、そういう人には見えないかもね、クスクス。からかわないでよ、こっちは死活問題だよ。明日の仕事の資料もまとまってないのに。じゃあ、なおさら家に帰らないとダメじゃん。一人じゃないから、大丈夫でしょ。もし何かあったら、警察に電話だよ。大丈夫、安心しなよ。わかった。このままじゃどうにもならないし、確かめてみるよ。時間はすでに、午前1時を通に回っていた。友達が一緒にいることで、どうにか精神的に安定してきたのか、まさか幽霊だなんて、そんなバカなことがあるもんか。きっと見間違いだから、これで安心して仕事できるよ、きっと。そう自分に言い聞かせながら家路に着いた。部屋の電気はつけたままだ。そういえば鍵だけ閉めて飛び出してきたんだ。エレベーターに乗り5階へ。どうやら私の話を反芻していた友達も、わずかばかり緊張しているようだ。5階までの道のりが妙に長く感じる。
ガタン、という音の後、スーッとエレベーターの扉が開いた。踊り場には誰もいない。ごくりと喉を鳴らし、恐る恐る部屋の鍵を開けた。ゆっくりと扉を開ける。リビングから漏れた光に照らされるキッチンには、誰もいない。誰もいなそうじゃない?いや、ベッドの部屋から音が聞こえたんだよ。キッチンからベッドルームを覗くには、リビングを経由する必要がある。友達の背に隠れるようにリビングへ。なぜか私も友達も、ゆっくりと足音を立てずリビングへ向かう。リビングにも誰もいない。ただ PC だけが、機械的なファンの音を鳴らしている。ここまで来ると二人とも無言になった。私も相当緊張しているが、しっかり組んだ腕から、友達の体も硬くなっているのが伝わった。ここで誰もいないのを確認すれば全てが終わる。私の勘違いで全てが片付く。寝室を覗いた瞬間、友達の体が大きく後ろに尻餅をついた。あ。言葉にならない声を出している友達を見て、全てを悟った。それは、いたのだ。私には恐ろしくて見れなかった。とにかく、この部屋を出よう。私たちはお互いを支え合うようにして、何度も腰を抜かしながら部屋を出た。エレベーターなんて待っていられない。非常階段を駆け下り、あてもなく逃げた。何から逃げているのかわからない。でも、とにかくマンションから離れたい。その一心だった。うちに行こう。友達はそう言い、タクシーを拾い友達宅へ向かった。ぶら下がってた。やっぱりいたんだね。一体何なの?ちゃんと見えた?うん。見た。間違いない。ぶら下がってる。何がぶら下がってたの?あの部屋、すぐに引っ越しな。絶対、あの人だよ。あの人がいたんだよ。あの部屋に。あの人って。じゃあ、ぶら下がってたのは、人間?落ち着いて聞いてよ。友達は、自らにそう言っていたようだ。べっとりと汗をかいている。首がだらっと伸びた人間が、ぶら下がってた。自殺?首吊り自殺?次の日、私は資料をまとめられなかったことから、例のクライアントの担当を下ろされた。事情が事情だが、そんなことを言えばますます立場が悪くなる。インフルエンザにかかったと会社に告げ、しばらく休暇をもらうことにした。その後、同じく会社を欠勤した友達と二人、管理会社を訪ねた。話をして、指揮令を返してもらえと息巻いている。昨夜、二人が見た光景を管理会社の担当に話した。不思議とおちょくった様子はない。何かあったんでしょ、あの部屋。何かっていうか、自殺してるでしょ、女の人が。そう言うと、抑えたトーンで管理会社の人が答えた。言いにくいお話なんですが、2年ほど前に住んでいらした方がお亡くなりになりまして、〇〇さんの前に入居していた方も、同じことをおっしゃって出て行かれたんです。毎月、決まって変なことが起きるとおっしゃって。確か、その方も最終月曜日と。誰なんですか?女の人ですよね。違いますか?友達がまくし立てる。そうですね。女の方。美容師をされていたようなんですが。5日後の引っ越しの日、そそくさと荷物を運び出す私を見た近所のおばちゃんが、頼んでもいないのにその美容師の話を聞かせてくれた。亡くなっていたのは、30代の女性美容師だという。原宿の店に勤めていたその女性は、最終月曜日の夜中、その部屋で首を吊ったそうだ。なんでも、仕事で若い人の台頭が目覚ましく、年齢の割にはなかなか客がつかないことに悩んでいたそうだ。まあ、どこまでが本当かは眉唾ものだが。首を吊った後、しばらく女性とは音信不通になっていたが、店の方もそんな事情を知っていたので、バックレたのだろうと、そのままにしておいたそうだ。遺体が発見されたのは、一月も後になってからのことだという。周辺からの悪臭に対する苦情で分かったそうだ。この先は私の想像だが、美容院での仕事を終えて、女性は夜遅く帰宅したのだろう。あの音は多分、自らの仕事に絶望した彼女が、首を吊る際の落下音だろう。あの音を思い出すと、首を吊るまでの姿が嫌でも想像できてしまう。悪臭も今となっては辻褄が合う。誰にも見つけてもらえないまま、
彼女の亡骸はゆっくりと腐敗し、あの匂いを放っていたのだろう。おつ。おつ。いいよ、いいよ。久々に怖いよ。あげ。なんだよ、怖いじゃねえか。怖かったよ。泣きそうです。恐怖のあまり、メール欄と間違えたじゃねえか。逆切れですよ。リアルで怖い。文章がうまいからぐいぐい引っ張られるねえ。短編小説かな？うわぁ、今読むんじゃなかった、激しく後悔。なんか普通に出てきちゃってるあたりが淡々と怖い。やっぱ自殺って幽霊が出ちゃうの多いよねえ。自然死だとそうでもないのに。うちの親父と従業員も自殺者の気配感じちゃったって言ってたよ。私は自殺してしまった人の遺品を、そうとは知らずに長年使ってたけど、何もなかった。優しい人だったのかな。それとも私が鈍感なのか。淡々と、同意。幽霊が、助けてーとか言ったり足つかんだりとかしてアピールしないし。自殺した人は地獄に落ちるって言うけれど、毎月自殺し続けることがあの幽霊にとっての地獄なのかも。それを偶然見てしまったって感じ。最終の月曜日だけ友達の家に泊まりに行けば、家賃が安上がりで、うまぁ。なんてこと言うんだよ。怖いよ、またいたら、確実に心臓止まるよ。萌え、なんか可愛い。その立地ならそれぐらい我慢しろ。文章がうまいから、長くても読ませるねえ。しかも怖い。新年早々、久々の大ヒットかも。一年に一回程度にしといてほしいよな。とある、ヨーロッパの国に留学してた時の話を。まあ言葉もままならない頃、よく日本人の友達を家に呼んで飲んでたんだが、俺の家は屋根裏で、大きめの丸窓から地下鉄の出口が見える。エスカレーターだけで、もろに出口専用なのだが、怖いのは、たまに夜中過ぎに意味もなく動き始めること。夜中なもんだから車通りもなく、音がよく響いて、ブーン、ってなるんだが、これが怖い。たまに丸窓から覗いて確かめるんだが、これが誰もいない。まあそんなことがたまに起こる程度だった。ところがある週末、いつものように友達を呼んで飲もうと思い、一番仲のいい画学生に連絡をした。今ちょうど別の友達と飲んでたらしく、家に来るとのこと。一時間ほどして、そいつが来たわけだが、連れはなんと可愛い女の子。同じ学校で唯一の日本人で、俺は羨ましいと思ったのをよく覚えている。で、その三人で飲み始め、芸術や、最近のこの街のことを語ったりしてた。俺は美術史の学生だった。12時を過ぎ終電がなくなり、治安もあまり良くない場所なので、いつものように、泊まってけ、と言って、また再び飲み出した。丸窓のそばでタバコを吸っている俺の友達が、エスカレーター動いてるぜ。と。時計を見たら2時過ぎ。またかと思い、たまにあんだよ、と説明した。すると、連れの女の子が興味を持ったらしく、どれどれ？とその丸窓を覗いていた。本当だ。と、なんだかはしゃいでいた。俺は俺で酒を飲みながら、一人でそれがあると怖い、だのと、ああでもない、こうでもないと話していた。実はその子が気に入り出してたわけだが、しばらく覗いている彼女が、ふと、誰かいるよ。と言って俺を呼んだ。まさか、酔っ払いかなんかだろうと、隣から覗くと誰もいない。いないじゃん。そう言って彼女を見ると、いないねえ。と、俺の友達も、誰もいるわけない。と言って、タバコをふかしていた。俺はトイレに行き、友達はタバコを吸い終わり、部屋で飲み始めた。ところが、ずーっと覗いている彼女が、いきなり、あ、と小さく叫んだから、二人ともびっくりして、どうしたん？と聞くと、二人出てきたよ。お母さんと子供かな。んなバカなと思い、覗いてみるがやっぱりいない。いねえじゃんか。そういう冗談好きなのか？怖えからやめてくれ。だの、散々愚痴った挙句、俺は眠くなったのでそのまま寝てしまった。翌朝、むしろ昼近くだった。起きると、俺の友達は眠りこけてたが、彼女がいない。まあ始発か朝方にでも帰ったのだろうと思い、気にはかけなかった。が、
別の意味で気にはなってたので、その夜電話した。電話して、昨日どうしたのか聞いてみると。寝れなかったから朝方早めに帰った。とのこと。やっぱそうかいと思い、どうでもいいようなことを一通り話し、なんとなく今度二人で遊ぼうと約束した。電話を切ろうとした時。エスカレーターさ。と話してきた。なんであんなエスカレーターの話を引っ張るのか？その時は不思議で仕方なかったが、今日も動くかもなぁ、と冗談交じりで話すと。今度動いても、あまり覗かない方がいいよ。見つかるよ。と、彼女が低い声で言った。あまりに低い声で言うものだったから、その時は。マジで俺はビビリだから、そういうのはやめてくれ。と、ちょっと本気で頼んだことを覚えている。で、それから3日後、二人で会うようになり、その日は彼女の家にお邪魔した。俺は料理ができるので、彼女が料理が全くできない。俺が夕食を用意して、二人で乾杯をした。それ以来、俺は彼女と付き合うようになった。俺のが学生の友達は、えらく無関心で。あっそ、おめでとう。ぐらいしか言わず、それからも、よく家に来て飲んでたのを覚えている。ところが、その交際も実はあまり続かなかった。付き合い始めたのが、ちょうど今頃、1月か2月だったから、半年程度。理由は、いきなり彼女が日本に帰国したからだ。帰る間際には相当痩せこけていたのを覚えている。その時は、やっぱり俺がいても寂しかったのかなぁ、と、ああでもないこうでもないと、俺を捨てて帰国した理由を考えていた。帰国前の2週間ほどは、ほとんど会ってもらえなかった。おかげで別れもろくに言えず、今もちっと引きずっている。ただ、あまりに逃げるように帰ったので、俺は相当荒れた。まあその画学生の友達と、女なんかどうでもいいだの、あんな身勝手な奴だと思わなかった、だの、愚痴りまくっていた。友達はほとんどうなずくだけで、あまり何も言わなかったのを覚えている。それから半年して、ちょうど一昨年の今頃、それから別の国のアート学校にさらに留学した、その友人からメールが来た。彼女が入院した。なんでも、怪我とかじゃなくて精神的なものらしい。確かに付き合ってた頃も結構不思議な子で、金縛りや、独り言は日常茶飯事で、年中うなされたり、ひどいと叫んだりしてたのは覚えていた。ただ、そこまでひどいとは思っていなかったので、かなりショックを受けた。その時は、日本に帰って様子だけでも見に行くべきかと思ったが、悲しいもので、学校の単位的にも金銭的にも、日本に帰ることはできなかった。それから半年して、夏休みに一時帰国することがあったので、そのついでに彼女の実家の広島まで行ってみた。俺は東京なので、交通費がかなりきつかった。住所を頼りに実家を訪問した。どうも様子がおかしいなと、彼女の実家の前で思ったことを覚えている。というのも、なんて説明したらいいかわからんが、なんか色がくすんでた気がした。インターホンを鳴らすと、彼女の母親が出てきた。俺を一目見ると、あなた、〇〇さん。と、ほぼ叫んでた。いきなり叫ばれたのでビビったが、やっぱりその時も変だと思った。家に入れてもらい、今に通され、彼女の容態を聞こうと思った時、愕然とした。仏壇に彼女の大きな写真が、そして線香が焚かれていた。俺はマジで混乱して、どういうことか把握できなかったから、どうしたんですか、と叫んだ。叫んですぐさま思ったのは、自殺したんだろう。案の定、入院先から逃げ出し町まで出て、とある雑居ビルから飛び降りたらしい。その時のことは、正直俺も記憶が今でもあやふやだ。ショックだったし、何より、やり直すつもりでそれなりの覚悟をしてたからだ。理由を彼女の母親に尋ねるも、病院に入院していたこともあり、精神的なものだとしか聞かされなかった。結局、日も限られていて、墓参りをした次の日には東京に戻り、その一週間後にはまた自分の留学先に戻った。留学先の自分の屋根裏のアパートに戻ると、手紙が届いていた。なんと彼女からだった。正直、生まれて一番ビビったかもしれない。封筒を開けると、ひどいものだった。錯乱していた。かろうじて内容はつかめたが、本当に荒れた字だった。私は死ぬ。あれからずっと追い回されてる。現実にも夢にもずっと、あの音と、あの二人がついてくる。読める範囲で理解できた言葉はそれだけだった。
ただ、デッサンが同封されており、なんてことはない、俺のアパートの丸窓だった。俺はあまり泣かない方だが、この時ばかりは泣いた。15年ほど前に親父が死んだ時も泣いたが、それ以上に泣いた。それを機に、急遽帰国して今に至るわけだが。帰国する前に、他国へ留学した画学生の国に遊びに行った。相変わらず朗々としていたが、起こったことをすべて話すと。黙っていたことがある。と言って語り始めた。なんでも、彼女が俺の家に初めて来て以来、ずっと変な親子につきまとわれていたということ。なんとなくは予想していたが、当時は本当にそんなことがあるとは思いもしなかった。思えば、付き合った半年、後にも先にも彼女はその一度しか家に泊まっていなかった。俺にそれを黙っていたのは彼女の思いやりらしく、その画学生の友人も約束を守り続けていたらしい。そしてそれを聞かされた後、俺は留学を取りやめ、完全帰国することを打ち明けた。すると、実はもう一つ、黙っていたことがある。と言い、俺も見たんだ、実は。そう続けた。彼女の言っていた母親と子供を見た。そうも言った。いきなり言われたもんだから、信じれなかったが。俺もそれ以来ずっと付きまとわれている。それから、あのエスカレーターのブーンとかいう変な音も。そう言うと、いきなり怖い顔して俺にこう言った。日本に帰るまで、どんなことがあってもあのエスカレーターに近寄るな。帰国のための荷物を手っ取り早くまとめ、飛行機のチケットを手配し、逃げるようにして日本に帰ってくるわけだが、帰る前に、彼女との思い出の場所やらなんやらを一通り巡った。その国での最後の夜に、ちょうど2時過ぎ頃、彼女が丸窓を覗いた頃、エスカレーターがブーンとなり始めた。友人の忠告も無視して俺は覗いた。しかもずっと、そのエスカレーターが止まるまで見続けた。何もない。何もいない。この話は、ここで終わる。俺は幸いその親子につきまとわれずに日本に戻り、普通に仕事をして暮らしている。ただ、この話には、一つだけ今でも俺を悩ませていることがある。それは、実家に着くと俺宛に届いた、画学生の友人からの一通の手紙である。そこには、今から自殺するということ、探さなくて構わないということ、そして、俺が彼女と付き合っている間に、彼女をリークしたらしい。そして、それ以来、だんだんと彼女がおかしくなったということが書かれていた。それを読んだ時、俺は彼女が俺宛に残した手紙を引っ張り出した。最後のどうしても読めなかった一文を、やっとその時読むことができた。ごめんなさい。本当にごめんなさい。フィン。最後フィンじゃなかったら最高だったのにな。いや、物語としては面白かったよ、オツ。久しぶりにワクテカした。申すわけね、全然怖くなくて自分でもびっくり。フィンはダメか。いや、面白かったよ。留学先はフランス？俺は旅行に行ったことがあるな。フランス、ドイツ、オーストリアに。ありがとう。バレたか、その通りです。昔ちょっとだけいたことあった。いや、そうかな、と思ってね。でも何か悲しい話だね。なんてこったい。この事件が起こるまで、俺は心霊現象肯定派だった。でも今は肯定も否定もしない。今から12年前、俺は仕事の都合で部屋を引っ越すことになった。その部屋は会社が用意したもので、引っ越しなどもすべて業者に任せ。引っ越しが完了して、初めてその部屋に入った。ドアを開けたその瞬間、すごい線香の匂い。そして今まで感じたことのない寒気。これはかなりヤバいかもと自問自答しながらも、奥の部屋に荷物を置いた。間取りの確認をするように俺は部屋を見渡し、とりあえず自分の寝る場所と、くつろぐ場所を決めた。この部屋の間取りは 2K で、玄関を入るとすぐ左手に4畳半の台所、そして奥には6畳間が2つ。手前の6畳間をくつろぐ場所に、奥の部屋を寝る場所と決めた。荷物の整理をする間もなく、俺は追われている図面書きを始めた。普通ならこんな嫌な感じのする場所で、仕事などする気にはなれない。でも、当時の俺は駆け出しで、他のことを考える余裕など一切なし。とにかくひたすら図面を描いてた。
それから3時間が経過して、腹が減ったなと思い時計を見ると、11時半。飯食ったら寝なきゃ。そう思い台所に向かおうとした瞬間、俺の体は凍りついた。ガラス戸の向こうに誰かいる。曇りガラスのために誰なのかはわからない。ただ直感的に、人じゃねえよなと思い、開けるべきかほっとくべきか。でも腹は減っている。それに今、ここの部屋の主は俺じゃん。自分にそう言い聞かせて開けることにした。嫌だなと思いながら、俺はガラス戸を引いた。そして次の瞬間思った。やめときゃよかった。目の前にいたのは、身長180ほどの男。季節は8月なのに黒いコートをまとい、眼球の飛び出した目で俺を見ている。あまりに目が怖いので、俺は視線を下にそらした。すると首からはおびただしい血。やばいかもと心の中でつぶやいてると、耳元で声がした。ここは俺の部屋なんだけど、あんた誰？そう言われた瞬間、俺はガラス戸を引いていた。どうすりゃいいんだよ。助けを呼ぼうにもまだ電話は引いてないし、今と違い、当時は携帯など普及もしてなかった。逃げるしかない。でもガラス戸引けば男が立ってるし。だからといって、この部屋ではさすがに寝れん。やっぱ出ていくしかない。仕事道具と、軽い身の回り品をまとめて出る準備をして、俺は恐る恐るガラス戸を引き、男とは目を合わせないようにしながら男の横をすり抜け、玄関の扉を開きながら、思わず、失礼しました、と言いながら扉を閉めていた。我ながら情けなかった。その日は仕方なく、駅前のカプセルホテルに泊まることにした。翌日、会社に向かい、アパートを借りた担当にそれとなく聞いてみた。担当は、駅からも近いし、部屋数の割に値段が安かったから。理由はそれだけらしい。俺は担当の前で大きくため息をつきながら、そうですか。それしか言えなかった。変なのが出るんで部屋を変えてくれ、などとは言えない。言ったところで誰も信じないだろうし。この事件に遭うまで、自分はいろいろな現象を体験したが、怖いと心底思ったことはなかった。でも今回は心底恐ろしかった。一人ではとてもあの部屋に戻ることはできない。そう思い俺は、中学からの親友の二人に連絡を取り、相談に乗ってもらうことにした。仕事が終わってから喫茶店で落ち合うことにして、俺は喫茶店で二人を待っていると、先に B が来た。B は俺と同じで、多少の霊感のあるやつだった。しばらくして A が来た。A は B とは違い心霊現象とは無縁で、筋金入りの否定派で、科学で証明できないものは起こるはずがないと、いつも俺たちのことを否定するやつだった。俺は二人に昨日起こったことを一部始終話した。反応は俺の予想通り、A は、アホか。の一言。B は神妙な顔で、お前がそこまで怖がるのは初めてだな。そう言い終わると B は、わかった。今日一緒に行って調べてみるか。B の言葉を聞いて、A は、俺の方は、行けるとしても明日からだな。今日はこの後、彼女んとこ行かなきゃいけないからさ。俺と B は了解した。それから30分ほど話してから A は出て行き、俺と B も喫茶店を出てアパートに向かうことにした。そして問題のアパートに到着し、玄関の前に立った途端、B は一言、こんなの初めてだよ。すでに B の顔からは汗が吹き出していた。俺は鍵穴に鍵を差しながら B に、開けるよいいか。B は俺を見てうなずいた。昨日と同じように線香の強烈な匂いが鼻をついてくる。B も、すごい匂いだな。と言いながら部屋に上がった。昨日のこともあり、二人とも土足だった。俺と B は台所を抜けて、すぐに六畳間に向かった。六畳間に入ると B は、お前の言う通り、台所普通じゃないね。と、俺の方を見ながらつぶやいた。部屋に入るまでの道すがら、俺と B はどういう対処法で行くか相談していた。所詮素人にできる対処法など大したことはなく、前の部屋で使用していたお札をガラス戸に貼り、清めの塩を、台所の四つ角に盛ることにした。二人でこわごわと台所に塩を盛り、奥の六畳間に戻る。ため息混じりに B は、聞けばいいけどな。とつぶやいた。俺としても聞いてくれれば言うことはない。昨日、得体の知れない奴が出たのが11時過ぎ。また同じ時間に奴は現れるのか、そう思いながら時計を見ると、まだ9時10分過ぎ。
その時、自分の中ではまだ何も起こらないだろうと思い、B と雑談をしながら気を紛らわせようとした。5分ほど経っただろうか。その時、いきなりガラス戸が揺れ始め、次第に激しくなり、ものすごい音でガラス戸を叩く音へと変わった。二人ともガラス戸を見つめながら後ずさりをして、部屋の奥へ奥へと進んでいた。奥に行くと叩く音はピタッと止んだ。二人で顔を見合わせた次の瞬間、今度は二人の背後の窓がいきなり開いた。鍵も開けてないのになぜ？そう思いながら今度は、二人ともガラス戸の方にたじろいだ。思い切り開いた窓を見つめながら B は。なあ、これシャレにならねえよ。部屋から出た方がいいよ。そう言った瞬間、ガラス戸の上の窓が割れた。そうなると当然、二人の視線は割れたばかりの窓に移る。割れた窓の向こうには、昨日俺が見た奴の目が二人を睨んでいた。眼球の飛び出したあの目で。俺は B に、逃げるしかねえぞ。と言いながら逃げる場所を探した。でも、どうしても出口は玄関のみ。あとはいきなり開いた窓しかない。行くしかない。ここは2階。飛び出しても大怪我はしないだろう。部屋の電気を消し、先に B を出してから、自分も下を確認せずに飛んだ。無事部屋から出た二人は、大通りに出てタクシーを捕まえ、一目散に B の住むアパートに向かった。部屋に向かう途中のタクシーの中で、二人は会話をすることもできないほど怯えていた。B の部屋に到着し、落ち着こうと思いタバコに火をつけた。そして B も落ち着いたのだろう、引きつった笑いで。あの部屋どうすんの？と聞いてきた。無理。あそこでは住めない。俺はそう答えるしかなかった。その晩は二人とも、これ以上の会話はなかった。一晩 B の部屋で過ごし、その日が土曜日ということもあり、週末を B の部屋にいることにした。二人とも会話もないまま昼飯を食っていると、B の部屋の電話が鳴った。A からだった。今から B の部屋に来たいという。きっと昨日の話が聞きたいのだろう。B はそう言いながら受話器を置いた。それから2時間ほど経過した頃、A はやってきた。A はやけに嬉しそうに。二人ともここにいるってことは逃げたの。そう言うといきなり真顔になり。情けなさすぎないか。それを聞いた B は怒り出し。見えねえ奴にはわかんねえだよ。今にも掴みかかりそうな B をなだめ、俺は A に。俺たち二人が、簡単に逃げ出したことあったか？他の奴がビビって逃げ出しても、俺たちは逃げたことなんてねえんだぞ。お前もそれはよく知ってんだろ。その俺たち二人がここにいる。それだけで理解できねえか。俺もかなり切れそうになるのを抑えながらまくし立てた。そして落ち着いたところで、昨日のことを A に説明し、俺は二度とあの部屋には戻らないことを A に告げた。すると A は、仮に戻らないとしたら、新しい部屋を借りなきゃいけないんだろ。そしたら、自腹で借りることになるんじゃねえの。馬鹿げてる。なんで起こるはずのない現象にビビって、そんな無駄金を使う必要があるんだよ。今度は逆に A の方が切れそうだった。その時、俺は思った。見えない人間、理解しない奴にしてみれば、どれだけ馬鹿げたことか。いるはずのないものに対して怯え、挙句の果てには逃げ出そうとしている。A には理解できるわけないか。話が進んでいくと、A は俺に向かいながら。俺が確認する。それだけのことが起こるなら、俺にも見えるはずだろ。そしたら俺も納得するよ。でも、それが全ての間違いだった。A のその言葉を聞いた時俺は、あれだけはっきりした現象が起きたんだ。いくら A に霊感がなくても、少しは何かを感じ取れるかもしれない。もし A に見ることができたら、逃げ出す気持ちもわかるだろうと。それから3人は、9時頃に俺のアパートに着くように、調整しながら向かうことにした。それでも B はかなり嫌がっていたのだが、階段を上り部屋の前に着いた時、A の表情が変わった。それはまるで喧嘩の前の表情だった。俺は A に、喧嘩でもしそうな顔だな。というと、B は、やめねえか。やっぱ、今までと違いすぎんだよここは。A はそれを聞いて、いつもの B はどうしたよ。喧嘩の時はそうじゃねえだろ。いつものお前らしくもねえ。そう吐き捨てるように言いながら、ならお前はここにいればいい。開けるよ。A は俺に相槌を打ち、ドアを開けた。何事もないかのように A は台所を過ぎ、6畳間に進んでいき、俺もその後追い部屋に入った。なんともねえじゃん。
俺を見ながら A は笑い出した。しかし A の笑いもそこまでだった。笑っている A を見て俺はたじろいだ。A の背にしているガラス戸の向こうで、あの得体の知れない奴がまたここを見ている。すでに言葉にならない俺は、A の背後を指差し、それに気づいた A もガラス戸に視線を移した。きっと見えたであろう A は、俺の方に後ずさりしている。後ずさりしてきた A の肩が俺の肩とぶつかる。俺は必死に声を出し、窓から逃げるぞ。そして二人で窓に向かった。窓は昨日のままで開いている。二人が動いた瞬間、今度は逆に窓が閉まってしまった。行き場を失った二人は、そこに立ちすくむことしかできない。立ちすくしていると、A の様子がおかしくなってきている。いきなり怯えながらその場に座り込んでしまい。やめて、やめてくれ。と叫びながら、何かを振り払おうとしている。A は何を見ているんだ。そう思い、A の振り払おうとしている場所を、俺は目を凝らして見ようとしたが、俺には見えない。俺に見えるのは、ガラス戸の向こうにいる奴だけ。A は全く別のものを見ている。俺は必死に A をなだめた。でもどんどんひどくなっている。A の普通ではない声を聞いて、B が玄関を開けてくれた。とっさに俺は B に。そこの森地をここに投げろ。と叫んだ。B は塩を取り、一直線に投げてくれた。その瞬間、得体の知れない奴は消えた。そして俺は A を担ぎ上げて玄関に向かい、なんとか部屋を後にした。A を担いだまま階段を降り、一旦その場に下ろし、A の様子を見た。だが、A の怯えは止むことはなかった。A の様子を見て、俺は病院に連れて行くことにした。しかし B は、医者にはなんて言うんだよ。と泣きそうになりながら言った。でも、俺たちには何もできない。だから連れて行こう。と、B をなだめながらそういうのがやっとだった。大通りに出てタクシーを捕まえ、まるまる病院まで急いでくれ。そう運転手に告げると、運転手は A を見ながら、他のタクシーにしてよ。それを聞いた B が怒り出し、てめえ、乗車拒否すんのかこら。そう言って、運転手の座っている座席を後ろから思い切り蹴りつけ、運転手も二人のさっきだった顔を見て観念したのか。わかりました。そう言いながら、まるまる病院に向かってくれた。病院に着き、俺は A を抱えながら急患受付に向かい、事情を医者に説明した。すると医者は疑わしそうに俺を見ながら、とりあえず安定剤で落ち着かせましょう。一晩経てば落ち着くでしょうから。と言いながら処置室に向かった。そう聞いた俺と B は安心し、一晩病院で過ごすことにした。病院の待合室で俺と B は仮眠を取らせてもらい、朝が来るのを待っていた。医者に肩を叩かれて、俺は目を覚ました。医者は俺に、どうもおかしなことになった。と告げると、昨日のことをもう一度詳しく聞かせてくれ。と言った。すべてを聞き終わった医者は、ため息をつきながら、彼の精神状態が、何らかのショックでおかしくなったかもしれないんだ。これから別の病院に搬送して、詳しく見てもらおうと思う。俺は震え出してしまった。これからどうすればいい？ A の親になんて説明すればいいのかわからないまま、B と共に A の搬送される病院に向かった。この事件の後、俺は A の両親から訴えられ、警察に尋問された。そして精神鑑定も受けさせられた。そして今現在、俺は A の両親に、慰謝料として毎月10万の支払いを続けている。あれから12年、A とは会話ができないまま、あの時やめておけば、A をこんな目に遭わせることはなかったのに。心霊現象について、俺はこの事件でいろいろ学んだと思う。信じられない人にしてみれば、馬鹿げたことでしかない。俺はそれを周りに信じてもらうことはできなかった。一部の人には信じてもらえたが、ほとんどは認めない。それが普通なんだと思うことにして、否定もしないけど肯定もしない。最後までリアルタイムで読ませてもらいました。その後そのアパートはどうなったんでしょうか？収入はいくら？11年前を最後に行ってないからね。都内だよ。収入は月で42くらいかな。ありがとう。答えてくれるとは思わんかった。都内なんですか？どの辺とかも教えてはもらえないですかね？あんまり近寄りたくはないからな。いろんな意味で怖いし考えさせられました。経験者さん、ご苦労様。
158の最後の部分がよくわかります。ここで否定派、肯定派ってガタガタやっている意味のなさを考えさせられました。すごく怖かった。怖いから友達にこのスレを読ませよう。経験者さんが A さんの家族から訴えられるのも理不尽すぎて怖いよう。経験者さん、つまらない質問で恐縮ですが、その後会えないと聞きましたが、A さんはどのような状態なのかお耳には入ってきてるのですか？レス遅れてすまない。A の症状としては、今も喋らないらしい。何度か見舞いには行ったんだけど、A は俺や B を見ると、事件のことを思い出すみたいで、A の親や恋人にも来ないでくれって言われてるから。だから今も病院にいる以外のことは教えてもらえない。ただ責任を果たすだけ。微妙だ。医者料ってねえ、あーた。10年以上前から、精神に異常をきたしてる人に恋人ねえ。いや、まあいい話なんじゃないの？医者料のことについて、もうちょっと詳しく聞きたいです。あらら、文句が増えてきたよ。言っても無駄とは思うけど、A と T が付き合い始めたのは中学2年からで、事件が起こるまでに、約11年付き合ってた。俺にしてみれば、今でも治るのを待つ気持ちもわかる。未練がましいかもしれないけどね。事故で死んでいれば別かもしれんが。それから医者料これまで俺は、11年と7ヶ月払ってる。今現在1390万の支払いを済ませている。それでもあと3000万近い額を支払わなければならない。人一人の一生分。それが、安いか高いかそれはみんなが考えればいい。しかし疑うことしかしないなぁ。それも仕方ないことだけどね。作業お疲れ様でした。はかどりましたか？また一緒に作業しましょう。では、グッバイ。